entire Pokemon crew, by the way. I didn't come through for all of that. What I said was, shout out to the entire Pokemon crew. Chibi Robo-san, そろそろ出番です。こういう時は宇宙刑事のギッチマンさんに習った正義10か条のうちの一つ、挨拶は大きな声でを行っていきましょう。ジャパニーズリストリームをご覧の皆さん、こんにちは。チビロボさん、今日も皆さんをハッピーハッピー目指して、レッツランゴー。ということで、ここからの司会進行は私マイヤが務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。うるさかったですか？ごめんなさい。あ、うるさかったですか？ごめんなさい。はい、続いてのタイトルはチビロボ、カテゴリはエニーパーセントとなっております。こちら解説の方がいらっしゃいますのでお呼びさせていただきます。解説のゲスト C もちさんです。はい、皆さんこんにちは。あ、こんにちは、おはようございますかな。おはようございます、本日このゲームの解説を務めさせていただく、ゲスト C もちと申します。RTA 解説経験は RTA in Japan Online 2019にてスーパーマリオ 64DS で視聴者から急遽を解説をさせていただいた経験のみです。きっちりと最初から RTA 解説をするのは初めてになりますので至らない点もあるかと思いますが、何卒よろしくお願いいたします。 RTA 経験はありませんので、グリッチの難易度に関してやコツに関しては観測的なコメントになりますので、Twitter アンケートを用いた世論調査並みに信憑性はないと思っていただいて結構です。約2時間半のお付き合いとなります。コーヒー等を飲みながらリラックスして放送を見ていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、チビロボの紹介も一緒にお願いいたします。はい、それでは早速でありますが、この作品について軽く紹介をしたいと思います。チビロボは2005年6月23日に任天堂より発売されたアクションアドベンチャーゲームです。開発元はスキップ社でギフトピアやキャプテンレインボーなどのタイトルを開発していたことで有名です。本ゲームのジャンルはアクションアドベンチャー、いや正確にはチビアクションアドベンチャー、これパッケージにチビアクションアドベンチャーって書いてありますからね、チビアクションアドベンチャーです。登場キャラクターやストーリーなどに関しては走りが披露されてからその都度説明していこうかと思います。今回、奏者さんが行われるジャクスラーさんですね。行われるバージョンは、ウイで遊ぶチビロボ版ということで、日本語のバージョンを使うというふうにはお伺いをしておりますので、翻訳等の必要がありませんので、多分皆さん見やすいかなと思います。それではよろしくお願いいたします。お願いいたします。奏者の方について何かご存知の情報などございますでしょうか？はい、奏者さんはジャックスラーさんです。読み方ちょっと合ってるかよくわかんないんですけども、ジャックスラーさんで、統一させていただきます。彼はですね、チビロボ海外版の、GC 版の海外版のエニーパーセント RTA の世界2位の実力者であり、この、ウイで遊ぶチビロボ版では世界1位の実力者を、実力者です。同じチビロボシリーズでは、咲かせてチビロボのエニーパーセントも世界2位を記録しています。その他のゲームでは、スポンジボブシリーズでも RTA をされているような奏者となっています。まあ、チビロボのプロですね。はい。ありがとうございます。チビロボというものはシリーズがたくさん出てるのですが、ゲストシームさんが遊ばれたのってどのタイトルだったりしますか？そうですね。私が遊んだことがあるのは、全タイトルになるかな、ゲームキューブの最初のチビロボ、次の作品の咲かせてチビロボ、次の作品のおかえりチビロボ、その次が 3DS で発売された実写でチビロボですかね、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、実写で写真を撮りながら遊ぶチビロボ、これちょっとクリアしてないです、すいません。でもう一個がぐるぐるアクションチビロボっていう、そこでも 3DS で出たやつで、これもねクリアしてないです、ちょっとすみません。なんでまあ一応全部遊んでるんですけど、ちょっとクリアしてるのは3作品というような形になっています。はい、全作品っていうのはオールって意味だったんですね。あれすごい、はい、ありがとうございます。ございます。そうしましたら、まあ、いろんなチビロボというシリーズを遊ばれた中で、今回の Wii で遊ぶチビロボならではの特徴とかってあったりしますか？そうですね、まあ、ゲームキューブっていうのは Wii で遊ぶことができるんですけども、この Wii で遊ぶ版っていうのは、まあ、ゲームキューブっていうのはあのメモリカードがありますよね、あれがなくても遊べるっていうのが素晴らしい特徴にもなって、まあ、Wii ですから本体にセーブデータが入るっていうのが一番大きな特徴です。
操作方法といたしましても、ウィリモコンとヌンチャクを使った操作になりまして、本来はですね、ゲームキューブのスティックで歩くんですけども、今回のウィラ遊び版では、こう、ポインターを操作しながら、スティックで動かしていく。ヌンチャクのスティックで動かしながら、ポインターでいろいろ操作していくという、なんかピクミンのような形になっているのが、これがすごく面白い。この作品の、このウィラ遊ぶチビロボならではの特徴ってなっています。ありがとうございます。操作さんのですね、今画面上にちょっとだけウィーリモコンが見えました。もしかしたらヌンチャクも見えるかもですね。おっと、画面は切り替わったようです。はい、そうですね、翻訳をしようと思ったんですけど、ちょっと私翻訳する力がないんで、ちょっとこれは黙っときます。いや、できればですね、ジャパニーズリストにもご覧の皆さんに対してお話しいただければなって思ってるんですけれども、はい、今これ続きから遊ぶ形になるんですかね。これは最初からやるんだと思いますね。さすがにですね、これゲームスタートタイミングは、セーブデータを作ったタイミングになるので、まあ、初めからを押して、なるのか、それとも続きから、まあ、選択をしてまた遊ぶのかっていうのも、まあ、2つあるんですけど、まあ、どちらからやるんですかね。これはちょっと私もわかんない、すみません。あ、これは一回削除してやる形ですかね。はい、わかりました。一番右の数値がなんかすごいですねですね、これが新しいバージョンですね。はい、それでは始まったみたいですね。はい、グッドラックです。はい、グッドラックです。すみません、皆さんグッドラックお願いします。はい、それでは解説の方始めさせていただきます。まあ日本語であるんで、ちょっとまあ物語についてはわかると思うんですけど、物語はこの一家の娘ジェニーさんのお誕生日会から始まります。この家族は4人家族で、左にいるのがママ、右にいるのがパパ、このカエルの帽子をかぶっている可愛らしい方がジェニーさん、で、ペットアタオさんです。で、ジェニーさんはカエルの呪いにかかり、カエル語しか話せなくなってしまっているため、まあ、この日本語版も特にそうなんですけども、特定手順を踏まない限り、ケルケロと言って何を言ってるのかさっぱりわかりませんが、まあ、可愛いので問題ありません。なお、このカエルの呪いは、カエルリングというアイテムを10個手に入れて渡してあげることで、呪いが解けます。しかし呪いは解かなくてもクリアができるため、 any% は一切用がありませんのでスルーします。物語の場面としては、それぞれが誕生日プレゼントを渡している場面となります。ママはお帽子、タオさんはおしゃぶり本を渡しています。そしてパパはこれ出てきましたね、家計がピンチにもかかわらずチビロボを買ってプレゼントしています。このこれですよ、これチビハウスって言うんですね。はい、それでは変わりまして、これがチビロボさんの視点ですね。この彼見えているこの黄色い方がトンピーさんと言われる今回のジャーマネロボットですね。マネージャーロボットさんです。あ、これ皆さんね、もし部屋をね暗くしてね、画面明るくしてる方、画面からちょっと離れてください。このチビロボの登場シーンというのは非常に画面が明るくなりますので、皆さんね、高度を下げるなり、画面を明るくするなり、画面から離れるなりして、ちょっと対策を取ってください。はい、それではチビロボの登場シーン参ります。So this first part of the game is kind of a tutorial sequence where we kind of learn how to like just move about the levels without all of the interesting and extraneous mechanics that we'll get to see once we hop into night one.はい、強い光とともに現れたのがこのフォルム、チビロボさんですね。ちょっと皆さん、低くしましたか？ちょっと画面暗くしましたか？はい、チビロボ登場いたしました。左にいるのがチビロボ、右にいるのがトンピーさんですね。ここで登場したのが本作の主人公、チビロボさんです。高さは10センチでピクミンシリーズのオリマー 3.3 人分に値します。というかなんかまあオリマーが小さいような感じがしますよね。で、そして、チビロボさんに話しかけているのがこれジャーマネロボット、トンピーさん、黄色いトンピーさんですね。さて、チビロボとトンピーさんが登場しましたが、誕生日会であることをトンピーさんは気がつきました。有能ロボット。しかし手土産を持っていないチビロボたちはですね、そこにあったこのバラをプレゼントしようということで操作が始まります。後ほどこの RTA に関してのこのタイムに関して説明はしましたが、ここのパートはタイムに直結するパートなので素早くこなします。まずは最短距離でバラを取りに行きます。
はい、ここでですね、チビコプターという装備品の説明が入ります。この作品ではですね、高いところから落ちるとダメージを受けるという仕様があります。ですが、この装備品を装備している間、ダメージを受けなくなり、しばらくホバリングすることもできます。ただし、後ほど説明しますが、チビロボの行動リソースであるワッツをかなり消費しますので、あまり装備し続けるのはよくありません。ですね、今トンピーさんが、有能ロボットトンピーさんが説明をしている通りですね、これがチビコプター。まあ某漫画の何かに似てるって言ってちょっと言っちゃダメですよ。はい、それではバラを手に入れた後はジェニーさんに渡してチュートリアを終わらせましょう。ということで、バラの花をプレゼントしましょう。はい、このようにですね、住人を喜ばせるとハッピーポイントというものがもらえ、少量でありますがゲーム内通貨のマネというものがもらえます。チビロボさんはこのように住民を喜ばせるためのロボットなのです。ですので、このゲームのテーマとしては住人を喜ばせること、みんなをハッピーにすることがテーマとなっています。このままお誕生日会は盛り上がって夜になったところから、本編はスタートということになります。そうですね、某漫画はプロペラ2枚なのでセーフ。確かにそうですね、セーフですね。ハッピーにする有料って書いてあるんですけど、ハッピーにするにはお金がいるんです。そういうものなんです。はい、それではですね、夜の1ターン目が始まりました。まずはハッピーの生産から入ります。この生産ではハッピーポイントの数に応じてチビロボランキングというランキングが上がっていきます。一定のランクより上のランクに上がることで、ワッツと呼ばれる行動リソースの最大値が上昇します。ハッピー生産は、このチビ、ハッピー生産はこのチビハウスのコンセントで挿すたびに行われるので、RTA 的にはまとめて生産されるように調整をします。はい、ここでセーブするか求められますが、初回のみセーブ&リセットを行った方が早いのでセーブをします。これで最大187フレームの短縮となります。リセット方法は、DC 版だと XB スタートでリセットできますが、長押しすると任天堂ロゴまで戻ってしまうため、短く押すのがコツとなります。Essentially, at the start of the game, day, like our runtime in the overworld. パパさんは8試合で見ていますね。外に出ると外での UI の説明から始まります。左のマークはこのターンで動ける残り時間です。初期設定は5分で、残り10分と15分というふうに変えることもできます。本 RTA ではすべて5分で行動します。右下に出てくる数字は Watts という行動リソースです。チビロボさんはロボットなので電気がないと動けません。この Watts がこの世界での電力単位となります。これが0になると強制的にチビハウスに戻る仕様です。動けば動くほど減っていきます。回復方法は家の至るところにあるコンセントにお尻のプラグを挿すことで回復、すなわち充電することができます。行動充電を繰り返すのがこのゲームです。まずはですね、今進行している通りイベントを進めるために床に落ちているパパの歯ブラシを入手しに行きます。この歯ブラシは床を掃除できる装備品です。床の汚れを4つ掃除することで次のイベントが発生するため掃除をしていきます。彼のチャートでは歯ブラシ近くの、まあ、靴の汚れ、 GC 版だと靴の汚れですけど、これ Wii で遊ぶ版だとちょっと分かんない汚れになってますね、とこの奥の犬の汚れ、足跡の汚れ1つで4つにしていきます。ちなみに GC英語版だと靴の汚れのハッピーポイントに差があるため、 GC 英語版と日本語版では少しチャートの違いが出てきたりもします。その後はですね、マネーを集めるためにこのチビドアさんに向かいます。この RTA では素早くマネーと呼ばれるゲーム内通貨を貯めることが重要です。このコンセントがついた不思議なドアがチビドアさんと呼ばれるドアで、この RTA ではたくさん見ることになります。中にはマネがこのように入っていますね。はい、このチビドアが終わった後はテレビに近づいて、この家の住人、いや住おもちゃと言いましょう、おもちゃのギッチョマンさんのイベントを進めていきます。
ダイナントスマッシュブラザーズスペシャルでもスピリッツとして登場しているので見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。この方ですね、ギチマンさんです。見たことある人いっぱいいるかなと思います。はい、彼は正義を貫く人気 TV ヒーローです。パパが大好きな、大変好きなおもちゃで、先ほど拾った歯ブラシもギッチョマンのグッズです。ここから先はですね、少しギッチョマンさんのイベントを進めていきます。まあ、少し時間ができたので、このゲームのゲーム内の通貨マネーについて解説をしたいと思います。本ゲームのクリアのための最低必要マネーは 15,840 マネー必要となります。チビドアでも数百マネーしか集まらず、住民からもそんなにマネーがもらえない中、どのように責任策をするのかがこの RT 全体の見どころの一つとなります。まずこのターンでは最初の買い物チビポッパーを買うために1100マネー貯めます。まあ、ここで運が良ければさらにタメウチップを買うための860マネーを超えた1960マネーを貯めることも可能ではあるので、まあ多分挑戦はすると思いますが、タイム的なリスクもあるので少し注目をしていきたいです。まあ、諦める場合は1100マネージャストで集めるのがベストとなるんですけども、少し多く取るのもまあ悪くはないと思います。それではギッチョマンさんに現在話しかけて、ギッチョマンさんの着ぐるみをもらっています。まあ、その際着ぐるみの着方を聞いてきますが、まあ、×を押して、まあ、知ってますからね、×を押して、スキップしていきましょう。はい、その後早速ですね、この着ぐるみ着替えて話しかけて正義テストと呼ばれる試験に挑戦します。まあ、試験といっても簡単なものでして、ギッチョマンさんがポーズを始めた瞬間に Z ボタンを押して一緒にポーズをするというものです。まあ、猶予フレームはですね、ギッチョマンさんがポーズを開始したフレームから正確に10フレームです。まあ、これ途中でそのようなシーンがあるので、皆さんね、10フレーム以内に、まあ、どこかなんですよね、スマホじゃちょっとあれですから、近くのボタンを押せるかどうかやってみましょう。はい、まあ、本ゲームはですね、30フレームパーセコンドで動いておりますので、猶予時間は 0.33 秒となります。まあ、すごく短いように思いますが、先ほど出た例えばスマブラ SP のジャスが猶予が 0.05 セカンドであることを考えると大変猶予がありますね。また大山忠志らの研究報告によると、大学生20人のそれぞれの反応時間の10回平均は169から440ミリセコンドであることが報告されているため、余裕で反応できることがわかります。ただし1フレームでもフライングをしてしまうとダメです。スポーツなのでね、ダメです。それではちょっと皆さんやってみてください。あ、ちょっと失敗してしまいましたね。こんな感じです。ちょっと難しいんですよね。やってみましょう。はい、ここです。はい、できましたね。はい、このような形でクリアすることができます。はい、はい、ギッチョマさんのイベントはですね、こちらにて終了となります。ギッチョマさん、ありがとう。ギッチョマさんのこの後のイベント知りたかったら、皆さん買ってみてくださいね。すごく面白いので、いいストーリーも展開されてきます。さて、チビロボをねプレイされた方ならね、されてなくてもちょっと思うかもしれないですけど、ここまでは RTA での移動方法にかなりね、皆さん違和感を覚えたかと思います。なんか後ろずされてさーって言ってね、多分今からも狩りすると思うんですけども、ズターってね、こうやってやるんですけども、これはスライディングと言われるテクニックで、無限に滑りながら移動することで、通常の移動速度を保ちながら消費ワッツを大きく抑えることのできる技です。これはね、非常に難しくです。習得するのに相当の練習時間が必要とされています。一応ですね、やったことない方でもできるような簡易型のやり方もありまして、進行方向に倒したまま地図を押して、進行方向と逆側にスティックを倒して地図を解除してあげると、これ誰でもズサーっていう風にできると思います。ただこれめちゃくちゃ難しいです。マップなしでやるのはめちゃくちゃに難しいです。そうですね、右下の数字の現象をよく見ていると分かりやすいと思います。スライディングでこのようにキッチンのドアに移動が終わると、ベベさんのイベントが始まります。彼女は密かにギッチョマンさんに恋するイモムシのぬいぐるみです。彼女が日記をここでつけているので、キッチンには入れません。彼女をどかすためには、一連の会話が終わった後、ギッチョマンの着ぐるみを着た状態で Z ボタンを起こし、まあ、押しアクションを起こすことで、ギッチョマンさんだと錯覚して、まあ、退いてくれます。まあ、恋は盲目であると言いたいんでしょうかね。まあ、盲目であるというか、まあ、これはもうむしろ物理に近いですよね。まあ、見ていただければわかります。ここでギッチョマンの変身ポーズ、登場ポーズですね。
すると、ベイベイさんは、あ、ベイベイさん、どうしました？どうしました？ラギーチマさんと錯覚してますね。錯覚してますね。あ、退いてくれましたね。恥ずかしがって。恋は盲目ということが言いたいんでしょうか。はい、これで彼女をどかせることができたので、キッチンに入ることができます。ここでですね、壁を抜けたりとかして移動判定踏めばいいんじゃないかなという疑問が出るかと思いますが、この次のメインストーリーイベントのフラグにこのベベさんのイベントこなすというものが含まれているため、壁抜けをしてしまうと積んでしまいます。しかもですね、これ Z アクションは起こすアクションを起こすたびにですね、30ワッツ持っていかれるため、イベントが終わると少ないワッツで行動する必要があります。もうめっちゃ少ないですよね。もう9ワッツしかないですよ、これ。まずはこのように目の前にあるチビドアを使って金策を行います。まあ、説明をしていませんでしたが、チビドアを開ける際も10ワッツ必要なため、計画なしに開けてしまうとワッツ切れを起こしてしまうため注意です。マネを回収したら、まあさすがにワッツがないため、近くのコンセントにプラグを挿して充電をします。すべてのコンセントでセーブができる仕様になっているため、一部を除き毎回×を押して回避します。毎回充電時確率でタライを振ってくるため、振らないように祈り続ける必要があります。充電が終わったらエントランスのドアへ向かいます。本来この扉はアーミー隊と呼ばれるおもちゃさんのイベントをこなさないと開かないのですが、移動判定は残っているため壁抜けをして移動します。壁抜け、皆さんね、今壁抜けって思いませんでした？悪いことしましたよ。この壁抜けというのはですね、クリッピングという名前がついていますので、今後クリッピングと言わせていただいております。すんなり彼らはやっていますが、まあすんなりやっているんですが、これ結構難しくて、3フレーム連続でフレームパーフェクトを成功させてあげる必要があります。まず1フレームは進行方向に 1フレーム前に、あと、何ですかね、スライディングを行って足をめり込ませた後、1フレーム目は進行方向に倒す、2フレーム目はそのまま X メニューを押す、3フレーム目はスティックをニュートラルに戻して B ボタンを押すという、この3フレーム連続のフレームパーフェクトが必要となっています。非常に難しい技。その後は地下倉庫に向かいます。本来は違うところに行くんですが、ここも地下倉庫もクリッピングを使って本来行けない場所に行きます。ブランコに乗って、針の方へ上を進んでいきます。ここは本来ですね、チビポッパーというアイテムがなければ来れないのですが、クリッピングという技を身につけていれば来ることができます。はい、ちょっと私今手元の資料のどこまで読んだのか分かんなくなっているので少々お待ちくださいね。はい、ここですね。はい、ありがとうございます。はい、まあ針の上には300マネ、このように回収できるチビドがあるので回収します。その後は針の上を移動、チビコプターを使いデカロボの充電器を、回収します。これ本来は後に来るので、これシーケンスブレイクを行っているので、ね、ちょっと話がわけわかんないようになるんですけど、まあ RTA 上だとそんなもんです。このムービー中に流れてくるこの人ですね、この人、このロボットかな、大きなロボットがデカロボさんです。どうやってしまったんだ、どうやってしまったんでしょうね。チビロボの頭の中いろいろ入りますからね、これ全作品通してめちゃくちゃ入りますから。まあ、逆せでチビロはちょっとあるのかな、コスト制限がけどいっぱい入りますね。さあデカロボですね、まあ、このデカロボの充電器を入手した後はプラグドロップというグリッチを使ってノーダメージで高い場所から降ります。私先ほど高い場所から降りるとダメージを受けると言いましたが、このプラグドロップという技を使えばダメージをなしで降りることもできます。他にもマグカップやマグカップを使ったりする方法やハッピーボックスを使う方法もあります。まあ、要するに別の処理を重ねてあげることによって落下の高さがリセットされるという理論だと思います。なんかどこかで聞いたことあるグリッチですね。その後はですね、デカロボのコンセントに挿すことでデカロボの最初のイベントが流れます。ここのイベントは最初の会話を済ます、ここのイベントはですね、最初の会話を済ませた後は休憩タイム、最初の休憩タイムとなります。実際に今走られているジャクスラーさんのですね、 Any% GC 版、それも英語版のスピードラン .com で申請された際の動画を確認するとですね、このムービー中トイレかどこかに退出をしていましたね。なのでまあ走者さんもよく休憩する場所なんだと思います。
チビロボさんが倒れてしまって、どうなっちゃうんですかね。死んじゃダメってなっちゃいました。ということで、ここのムービーですね。ここはスキップする必要がないので、皆さん休憩ポイントとなります。私もちょっと飲み物飲ませてもらいますね。What's up with that, right? Y'all should fix that. Give me some beer. Come on. But I can talk about Midwest Speedfest. That is the event we're at after all. We are a Minnesota-based organization that has been hosting speedrun marathons since 2015. We partner with 2DCon and VGMCon respectively to help raise money for their chosen charities and bring even more entertainment to their conventions every year. We also host an online event each year, and so far we have raised over $40,000 for various charities.And we hope to see that number grow exponentially with all of your support. やっと見えてるんですけど、10万キロワッツ、10万まで。ちょっと悲しいことになりましたね、最後。はい、まあ皆さんね、まあムービーを見てある程度分かったと思うんですけど、この世界にはもともとデカロボさんが流行っていたのですが、莫大すぎる電気を食うためにだんだんと使われなくなってしまったという経が説明されています。So, in this, we have to sit through this cutscene so that we give like a little bit of juice to the hero. はい、そうですね。ムービーが終わると会話イベントに戻るため、また A ボタン連打が必要となります。So it's like I mentioned earlier, it's really critical that we have the Giga Charger and the Giga Battery by this point.Because of the way that story events are set up. Now it's a little bit complicated. I don't want to completely overwhelm you, which I'm sure I probably will. Chibi-Robo さんが微振動を始めて電池が抜けちゃいましたね。This game operates from story beat to story beat. Is that doing specific things will allow the next part of the story to happen in a set amount of time after you complete the objective.はい、それではですね、このムービーが終わると会話イベントに戻って、チビロボさんが倒れているシーンがあるんですけども、チビロボが倒れているシーンでは、スティックを、ぐりぐりと動かすと起き上がりますのでね、スティックをね、あらかじめ、ぐわーって、やっておくのが一番早いですね。むしろここは何も操作しないと、いつまでたっても起き上がらないということが起こりうります。はい、それでですね、ちょっともう、あ、ここですね、この夢を見ていたんですかっていう質問があるんですが、バツを選択した方が2フレーム早くなります。まあ、ただ、この2フレームをね、取りに行くよりも、連打をした方が僕はいいのかなと思うんで、まあ、どこか連打で頑張って2フレーム巻いてもらえればなと思います。はい、このイベントが終わった後は、電池を回収していきます。デカ電池ですね。2フレーム大事ですからね。はい、電池を取ると会話イベントがさらに発生します。今この話しているおもちゃさんはホック船長さんです。ホック船長さん、木でできた巨大な海賊船の船長で、見かけによらずロマンチストです。エニーパンセットではですね、ちょくちょく関わる程度で彼のストーリーはクリアしません。このイベント中は丸×どちらを選択しても同じ回答が出てくるため、まあ、基本的には A 連打で済みますね。ふじゃないですよ。ほですよ。ほ。私はほと言いましたから、セーフです。ホック船長です。はい、で、彼のね、ホック船長の願いというのは、デカロボが再び動き出すことを彼は願っています。ということでですね、このデカロボを動かすことができればエンディングに突入することができるため、本 RT ではこのデカロボを再起動させるっていうのがメインの目的になります。いわばこれはね、メインストーリーなんですね。これメインストーリーになります。でしょ、ふじゃないよ、ほじゃ、おですからね。ちょっとね、このゲーム、まあ、ちょっと話がね、脱線はしてしまうんですけど、おもちゃの名前がね、それっぽい名前が結構多くてですね、例えばですね、熊のぬいぐるみのおもちゃはですね、サンプーなんですね。ちょっともうこれ結構怪しいかなって僕思っちゃうんですけどね、サンプーですね、サンプーさんですね。とか、そのような形でね、ちょっと怪しいというか、もうちょっとアウトに近いような名前をつけてるのも結構ね、このチビロボシリーズの面白いところなのかなと思います。サンプーですから。いや、はらんでいい、はらんでいい。てか、はれないでしょ。はれないでしょ、多分ここは。はれないでしょ。はい。そんな感じでね、ちょっと似たような名前もあるんで、ちょっと、なんですかね、元ネタを想像しながら、遊ぶとき。それもそれで面白い。そうですね、ピーツ姫、ありがとうございます。そうですね。姫はピーツ姫が出てきたりと、ちょっといろいろ危ないんですけども、まあ、元ネタを探すっていうのも、一つの面白みなんじゃないかなと思います。はちゃダメだよ。
ちゃダメだよ。So the game is like this is a really like non-typical speed game. And like it like a typical speed. はい、それではですね、イベントが終わった後は、階段を登ってエントランスに戻っていきます。階段にはですね、10マネが2つ置いておりますので、まあここでも20マネの金策を取るということもできます。船長の挙動がギフトピアの村長とほぼ同じで草。あ、いいですね。ギフトピアもなんか関わりがあるっていう、ちょっと僕そこら辺はよく詳しくはないんですけども、なんですかね、なんか西村健一さんがどうのこうのみたいなんで、なんか関わりがあるそうです。ちょっと僕はね、その辺詳しくないので、ちょっと詳しい方がいらっしゃると解説とかしていただけると非常にありがたいですね。すいません、ちょっと私は詳しくないです。はい。エントランスに戻ると、アーミー隊イベントが始まります。アーミー隊は他のチビロボシリーズでもよく出てくる、まあ、おもちゃなので GC 版を遊んだことないよとか初代遊んだことないよっていう方でも見たことある方がいらっしゃるかもしれません。ちなみにですけどアーミー隊のイベントはこちらエニーパーセントではクリアしません。なので彼らのストーリーがどうなるかっていうのが気になる方はぜひ買って遊んでみてください。軍曹の命令にはイエッサーであります。イエッサー咲かせてでは過労死は。そうですね、咲かせてチビロボでもアーミー隊は出てきますね。Then that way we have to visit less chibi doors in total, which means that we pause the in-game timer for the least amount of time. はい、それではイベントが終わったみたいなので、ここで少しだけ金策を行った後、多分チビハウスに戻るかと思います。まずはチビドアを一つ開けて、中のマネを回収していきましょう。先ほども言った通りですね、このゲームクリアするに莫大なマネが必要になりますからね、金策というのは非常に大事になります。これもう一つ開けに行きたいところなんですけど、ちょっと開けちゃうとね、マネじゃねえわ、ワッツが足りなくなってしまうっていうのもあると思いますので、このままチビハウスの方に戻りたいと思います。実はですね、旧チャートでは、この1ターン目ではチビハウスは戻らないようなチャートが主流だったのですけども、近年ですね、1ターン目で、1ターン目でチビハウスに戻るといろいろな利点があることが分かって、今のチャートはこちらで1ターン目でハウスに戻るというのが主流となっています。ここでもクリッピングを使用して、奥に行ってますね。なんで奥に行くのかっていうと、なぜかは本当にわかんないんですけども、この壁の奥側に100マネが設置されているので取りに行きます。これ本当になんでかはわかんないですけど、まあ多分単純にマップを作った時に設置したまま消すのを忘れてしまったとか、そのような形だと思うんですけども、なぜか知らないんですけども、100マネが置けない、本来行けないところに置いてあるので、置いてあります。想定されていたんだろうな。さすが任天堂。でも発売元が任天堂なだけで開発元はスキップ社ですからね。ということはスキップ社も想定していた、まあ、そういうことになるんでしょう。はい。それでは、チビハウスに戻ると、先ほど手に入れた、チビ電池と、チビ充電器。あ、逆ですね。チビじゃダメだよ。デカ充電器とデカ電池とデカ充電器を、置くイベントが発生します。これをやることで、どんな利点が起こるのかというのですが、この後発生する、まあ、スパイダーというイベントがあるんですね。旧チャートでは、これはデイ3だったかな。だから、3日目の昼で出てくるようなイベントを、ここで、このタイミングで電池と充電器を置くことによって、1ターン早くする利点があります。大きいですね。チビロボさんが10センチなので、電池だけで10センチ超えてるんで、かなりでかいですよね。手元の電池を比べても10センチというのはなかなかでかいのではないかなというふうには思います。
さて、このターン、ほとんど時間がないので、何かできることはあるかなというような形なのですけども、小さいソファーの上にですね、50万円が置いてありますので、この少ないワッツで多分取りに行くかと思います。これ、足りるかな？足りるかな？ちょっと私は不安です。足りるんですかね。50万円を取るためには、ハッピーボックスを引いて、それを踏み台にして登ってあげる必要があります。あ、余裕で足りましたね。余裕で足りたんで、もう一個50万円取りに行くと思います。もう一個の50万円は反対側に行って、チビコプターで飛んで50万円を回収ですね。え、これまだするのかな？まだ何かするのかな？どっか向かってますね、これ。なるほど。先ほどクリッピングした近くの10万円を回収しようというような算段でしょう。はい、3ワッツ残して1ターン目を終了となりました。お疲れ様です。はい、これで2日目のスタートとなります。ここから先ですね、このターンではっていうのがすごく微妙になりますので、ターンの説明について、まあ専門用語を使って説明の方をしたいと思います。先ほどは1日目の夜だったのでナイト1、今回は2日目の昼なのでデイ2、じゃあ2日目の夜はってだとナイト2というような形で、昼なのか夜なのか、その後何日目というような形で、解説の方したいと思います。それではデイ2ではまずはじめにチビポッパーを買います。これは光線銃のようなチビロボさんがね、攻撃のできる装備品となります。ただし撃つたびにワッツが消費されるため、撃ちすぎには要注意です。はい、それではまず外に出て、じゃあ早速チビボッパー使っていきたいと思います。ね、敵がたくさんいるのかね、敵に撃ったりとかどっかに撃ったりとかしたいんですけど、ちょっとな、え、何やってるんですか、何やってるんですか、何やってるんですか、え、なんかめっちゃ無駄打ちしますよ、めっちゃ無駄打ちしますよ。何か忘れた、あれ、あ、か自滅し、え、すみませんね、私ここ本来ではですね、自滅をして、怪我人の怪我人の着ぐるみを取りに行くというイベントの説明をしようとしたんですけど、やめましたね。これどういうことでしょう。これは茶番かと、そう、茶番かと思ったら僕茶番する気満々だったんですけど、僕が困ったらこれはすごい難しい、困りましたね。オリチャ多分何なんですかね、もしかすると海外のイベントなので、まあこうやって打ったら1ワッツ減るんだよっていうのを説明するしてたら、まさかの入っちゃったパターンとか、そういう方の可能性がありますね。ということで壁に向かって A 連打をして、ワッツを減らして自滅をしましょう。あー、チビロボさん、チビロボさん死んじゃった。ということですね、このゲーム0ワッツになると強制的にチビハウスに戻されます。トンビさん泣かないの、トンビさん泣かないの、死んでないから、死んでないから、ロボットは死なないから、はい、起き上がりましたね。はい、ということでこの怪我人の着ぐるみをもらうことができます。この着ぐるみの特徴は、 Z アクションをするとチビロボが充電切れアクションを起こし、しばらくするとトンピーが死んだと勘違いをしてチビハウスに戻してくれる便利な着ぐるみです。本 RT ではチビハウスに戻ることが多いので取ります。ちなみにですけども、これ通常プレイでもかなり有用になりますので、ぜひ皆さんね、やっていただいて、この何ですか、怪我人の着ぐるみを取っていただくとかなり便利になるのでおすすめです。ただしですね、今のように本当の充電切れを起こしてしまうと、ペナルティで所持マネーの2割が没収されてしまいます。この時マネーを持っていなければ会話イベントが発生しないため、先ほどの、チビポッパーの購入価格1100マネーちょうどに調整して買った方がベストということです。まあ、ただしその分その後の稼ぎが辛くなったり乱数が関わってくるため、あまりイベント向きではないという欠点もあります。それではですね、残りはこのターンはマネを稼いでいきます。まずはですね、10マネを取って、後ろにある、まあ、100マネを取りに行きましょうね。
この落ちてるマネというのはターンが経過すると回復する、まあ何ですかね、まあ、いわばボーナスのマネといったところでしょう。今さらっとこれやってますけど、これ入ってくる時もクリッピングいりますからね、非常に難しい、非常に難しい技をされています。その後はこれどこを通ってマネを稼いでいくんですかね。あ、なるほど、ソファーの50マネを取って近くにある50マネを取って100マネを稼いでいこうというようなチャートでしょうか。なんでね、こんなちゃんと解説原稿を用意したのになんかそんな適当な喋りをしているのかというと、ちょっとこれだけね、ものすごく言い訳をさせてください。すみません、すごく言い訳をしたいんですけども、私彼がねこのイベントに出るということで、まあ、しかもアメリカのイベントに出るということで、まあ、すごくグッドラックを送ったんですけども、僕ねチャートのことを聞くのはしっかり聞いてきたんですよ。どんな時にやったらどうするのかっていうのでしっかりね聞いてきたんですけども、彼僕完全に勘違いをしておりまして、英語版で走る、しかもゲームキューブ版の英語版でね走ると思ってそれを用意してきたわけですよ。そうするとですね、僕さっき1時間前に実は気づいて、これ彼ニュープレイコントロール日本語版の、そうなんですよ、 Wii で遊ぶ版でやるっていうことを先ほど知ったためですね、チャートが実は Wii で遊ぶ版と GC 版って全く異なるため、ちょっとねこれ見ながら解説をしなきゃいけないというね、完全な、そう、うっかりさんをやっちゃったわけで、今日なんか残念な解説をしてると思うんですけど、ちょっと皆さんそれはねご容赦いただければいいかなと思います、すいません。ということでですね、天井裏にあるまあチビドアを使って、マネを回収していきます。ここは非常に高いところなので、まあフラグドロップで、はい、ノーダメで降りていきますね。そう、リアルタイム解説ですね、すいません、表記、そうです、表記 GC だったので申し訳ない、本当に GC でやるし、しかもまあなかなか思わないじゃないですか、アメリカのイベントで日本語のゲームをやるっていうのもね、アメリカ版があるのに。ちょっとすみません、これはね完全にめちゃくちゃな言い訳をしてます、申し訳ありません。セーブしてますね。解説準備 RT は記録が出ましたか。いや、これはもう参考記録ですね、すみませんね。1万5000文字ほどもう書いてきたんですけど、全部パーになりましたね、申し訳ないです、頑張って解説します。はい、その後はですね、裏庭に行きます。本来はですね、ひび割れたシールをチビポッパーで、攻撃をして開けるんですけども、ここには移動判定があるため壁抜けをして裏庭に行きます。まあ移動判定はですね、まあ物語後半であったりとか住人がいるときに、ここは本来空いているのがそのまま残っているためだと思われます。その後はですね、この少ないワッツを使って、木の上に上がり、まあ、屋根の上にあるチビドア3つを回収していくチャートになります。チビロボのスピードランは初めてですか。大丈夫です、私はスピードランやったことありません。解説はできるのかというとちょっと微妙ですね、ないのでね、実は経験はありません。それでは木の上に登って、チビドア回収しに行きましょう。木の上にあるですね、チビドアは100マネしかないので、こちら RTA でも、採用はされません。ここの蜘蛛の巣はチビポッパーで、壊すことができますが、まあ、壁抜けした方が早いので壁抜けをします。そして通り道には鳥さんが塞いでいて、数々のイベントをこなさないといけないのですが、原理的には壁判定が敷いてあるだけなので、クリッピングを行って、壁を抜けていけば無視することができます。ジャクスラーさんは2回ジャンプをして、1回壁抜けをするという方法を使いましたが、1回だけジャンプをして2回壁抜けをする、まあ、壁判定を2つ超えるというような形もできます。それではまず手前のチビドアに入って300マネを回収、その後は向こう側に行ってもう1個チビドアを回収していきます。残りチビドアが2つあるということは、すでに20ワッツはなくなるということが確定しています。いかにワッツがギリギリであるかということが皆さんわかるかなと思います。基本的には本当にワッツが少ないので、スライディング無限滑りを使って、移動をしていきます。これ時間間に合うかな。これ3つ目のドアを回収したいんですけども、これ時間間に合わなかったらまあドンマイということで、まあそういう時もあるでしょうというような、まあ、イベントですからね。さあ3つ目のチビドアですね、まあ、ここチビコプターで降りるのが成功法なのですが、そのまましてしまうとワッツが足りなくなることが大半なため、
この途中で離して降りるという方法が一番便利です。普通のチビコプターで降りてしまうとワッツがガンガンと消費されてしまいますが、この何ですかね、サスケでいうところのクリフハンガーのような場所で途中から落ちると消費ワッツがゼロになるような仕様がありますので、それを使ってゼロにします。え、もう一個行くの？さすがに行かないですよね。さすがに行かないですね。はい、間に合いました。これでチャート通りですね。はい、これで D2 は終わりましたね。完璧です。そうです、マジでギリギリなんですよ。これね、真似してみよう、しようとするとそんなに真似できないです。本当に難しいです、これは。はい、それではですね、ナイト2を始めたいと思います。ナイト2どちらから始めるんですかね。ナイト2ではですね、チビポッパーと言われる強化部品を買う必要があるんですけど、もしかするとこれ後回しにする可能性もあります。ちょっと見ていきましょう。セーブは拒否しましょう、遅いので。赤みたいですね。それではため打ちチップと呼ばれるチビポッパーの強化部品を買います。このチップを買うと、まあ、ため打ちですね。まあ、チャージをして、攻撃力を上げた、まあ、メインを出すことができるというようなチップになります。はい、これでチビロボさん強化しましたね。はい、トンピーさんクラッカーですね。でもトンピーさん散らかしちゃダメなんですよ。トンピーさん散らかさないでください。はい、それではですね、ナイト2ですね。ナイト2は最初、出ると、まあ、パパが寝ていてこの本を落とします。この本 RT では一切必要がないんですが、通常プレイではですね、操作に困った時とか使用に困った時にすぐに確認できるようなリファレンスファイルになっています。なのでね、何かいやこれちょっと操作わかんないなとか、これどうすればいいんだろうなと思ったら、あの本を調べてあげればいいわけですね。ここで一度出て、はい、出入りを繰り返すことで、メインイベントである、スパイダーイベントを呼び出すことができます。旧チャートではですね、デイ3にあったのかな、デイ3にあったスパイダーのですが、デイ1でいろいろやることでここに持ってくることができました。It's really annoying, so I don't do it a lot to people. Make a good song next time. Yeah.はい、リビングに出るとメインストーリーが進行します。はい、今ですね、選択肢油でしょうかというような選択肢があったんですが、まあ、ジャクスラさんは丸を選んだんですが、ここでの選択は×を選択することで3フレーム短縮することができます。まあ、3フレームなんでね、まあ、先ほど言った通りね、ここで3フレーム取るよりかは、まあ、連打でフレーム取った方が僕は早いのかなと思います。一応×を押した方が早いですよというような説明をさせていただきました。そして油に近づくことで、さらにストーリーが進行します。この天井に張り付いているのはスパイダーさんです。スパイダーね、彼らはチビロボを敵対するロボットで、チビロボを見つけ次第攻撃をしてきます。撃退方法はチビポッパーのメインや歯ブラシなど様々な種類がありますが、チビポッパーが楽で速いため、まあ、それで一掃していきたいと思います。また来年。ここをうまく、一掃すんなり一掃できるかどうかっていうのも時間にはもしかすると直結するかもしれませんね。はい、うまくできました。スパイダーを倒すとジャンクと呼ばれる新たなゲーム内通貨を得ることができます。このイベントでは確定で490個、獲得することができます。クリアに必要な数は1200個必要なので、残り710個回収する必要があります。このイベントを見た後からランダムにですね、いろいろな場所にスパイダーが出現するようになります。ただ出現する場所自体は決まっているので、出現する場所を順番に見て回ります。まずは最速パターン、これ最速パターン聞きましたね。まあ言うてもこれ旧チャートで最速パターンなので、今回はあまり場所も選ばないかもしれませんが、ジャンクが102個出てきましたね。これはめちゃくちゃ嬉しいです。
先ほどは確定で490個落としていましたが、ここから先落とすジャンクがですね、10、50、100からのランダムになります。基本的にはネジの形をした100が出るのが嬉しいです。まあ多分仕様だとは思いますが、セーブデータにはスパイダー出現位置は記録されるものの、まあすでに出ているかどうかというものは記録されないため、セーブ&リセットを繰り返すことでジャンクを大量にすることもできます。旧チャートではそちらを採用されていたのですが、本チャートでは1ターン早くしたおかげでスパイダーに会う確率がかなり上がっている、まあ、スパイダーに会うタイミングがいっぱい増えているということで、セーブ&リセットをしなくても1200個到達することができるということで、セーブ&リセットは使わないようです。はい、この後はですね、また金策の方を行っていきます。キッチンの上側の部分のチビドアを回収して、もう一つチビドアを回収していきます。先ほどから引き出しを引いていますが、引き出しからはですね、10、50、100、外れ、まあ、10まで、50まで、100まではランダムに落ちてきます。まあ何ですかね、タンス預金みたいな感覚かもしれませんね。そのような形でもマネを得ることができるため、まあ乱数ではありますが、100マネがいっぱい出てくるといっぱい嬉しいよっていうのも、知っておくといいかなと思います。本来ここはですね、見えないチビドアがあります。見えないチビドアはため打ちップで貯めたチビポッパーで出現見えることができます。この見えないドア、じゃあ実際ね、実際通常プレイどうやって見るんだ、どうやって発見するんだっていうような疑問が生まれるかと思いますが、だいぶ後半に出てくるチビレーダーと言われる装備品で場所を確認することができます。ただ隠れていて、ため打ちップで撃たれたメインが撃たれば出てくるっていうのは最初からあるので、別に、ある程度走者は場所を覚えているので、レーダーは買わずにガンガンと、見えないチビドアをガンガンと出現させて、マネを、出していくというわけです。ちなみに隠されたドアの方が、マネが多いパターンがたくさんありますので、通常プレイでももしマネに困ったら隠されたドアを頑張って探してみるというのもいかがでしょうか。これどうするんですかね。すいませんね、本当チャートがぐちゃぐちゃになってまして、私もねよくわかんない状態でやらせていただいてるので、ちょっとすいませんね。どこと一緒になるのかな。あ、はい、わかりました。地下倉庫に多分向かわれるのだと思います。あ、ラッキーですね。これスパイダー探してたのね。なるほど。スパイダーが出てきたので、ここは50で100。あ、これやばい。え、これ大丈夫？え、2ワッツで充電できますそれ。どうすんのそれ。あ、なるほど。これ、どうすんだろうこれ。ちょっとわかんないですね。今ですね、歯ブラシを使って、アーミー隊の軍曹さんの靴を磨きました。アーミー隊の軍曹さんの靴を、歯ブラシで磨くことによって、1100まで得ることができるので、非常に嬉しい。これ、どうすんだろうこれ。まあ仕方ないのでこれは諦めましたね。ちょっとチャートが崩れてしまったのか、まあ私の知らない本来のチャートがあったのかはちょっと知りませんが、ここは多分単純なミスだと思います。先ほども説明した通り、本当の充電切れを起こしてしまった場合、マネの2割が持っていかれるため、ここではかなり痛いロスとはなってしまいますが、もしかするとそうですね、ウリチャーが発動するかもしれません。でも大丈夫です。RT 奏者は莫大な、もう膨大な知識を持っておりますので、どこのチビドアが何マネかっていうのは大体把握はされているので、なんとかなるとは思います。ちょっとね、私もこれ、ここからどうなるのかがちょっとわからないので、すみません。解説がグダグダになってしまって、申し訳ございません。トンビさん、散らかさないでください。ハッピーをさせに来たんだから、散らかしちゃダメでしょ、ゴミを。そうですね、リカバリー力がかなり試されるところになるんじゃないかなと思います。解説頑張ります。ありがとうございます。これジャクスラーさん、君どうするか教えてくれる。どのチャート通るんですか。助けて。
ということで、どうやらですね、エントランスの方に向かっていくみたいですね。エントランスには、チビドアが、でも回収したよな。回収してるので、多分地下倉庫の、多分予想ではあるんですけど、地下倉庫のストーリーを進めるのと、金策をするのかなというふうな予想があります。ちょっと見守ります。そうですね、解説者はもうリカバーですよ。リカバーのリカバーですよ、今。多分です。あ、これはですね、夜に、夜にいるときにジェニーさんが、まあ、手招きをするというようなイベントがあるんですけども、これはですね、単純に、まあ、踏んでしまったので、ロスになりますね。あ、そうですね、どうする、やっぱどうするんですかね。まあ、とりあえずですけども、リカバリーではないですけども、地下倉庫のイベントを進めなければいけないのと、地下倉庫でかなりの金策ができますので、ここで地下倉庫に向かっていきます。地下から降りるときはプラグドロップ。そして高いところから降りるときはプラグドロップ。さあ、ここでですね、スンミラさんと言われるおもちゃのイベントを進めていきます。待ってくださいね。手元の解説で言うところの、これはどこのページに当たるのか。もう、アドリブでいきましょうか。はい、アドリブでいきます。もう解説いらない。はい、はい、台本は捨てます。はい、このスンミラさんと言われるような、この怪しい占い師さんですけども、彼女はですね、まあ、心を清めるような方になります。で、この方のストーリーはもちろん any% なので、で、any% なので、ストーリーは進行しません。じゃあ、このおもちゃ、またなんか脇役なんじゃないのって皆さん、思ったかもしれませんが、実は彼女、RT にとっては最大に重要なおもちゃなのです。彼女を使ってですね、実は、まあ、なんと言うんですか、ゲームと言いますか、まあ、賭け事ですね。まあ、日本でやっちゃダメですよ。お金をかけて賭け事をすることによって、この賭け事で勝つことによって、2倍のマネーをもらえるというような、賭け事ができます。2倍のマネなので、先ほど言ったですね、1万4000ぐらいでしたかね、マネが必要なので、1万4000マネをたくさん手に入れるというわけにはいかず、まあ、6000マネとか7000マネ、半分のマネを使って、まあ、あとはこの彼女を使って賭博行為をして倍に仕上げる。これがこの RT におけるチャートになります。じゃあ、この時点で2回やればいいとか3回やればいいというような形にはなるかと思いますが、結構一つ一つの、まあそうですね、まあ時間が長いっていうのもありますし、元金が全くない今2000ぐらいのだと思うので、まあ2回2乗ですか、2の2乗のもう一回やんないといけないってことか、あ、大変ですね。ということで、基本的にはですね、1回になるように調整をしていきたいので、まあ6900マネあたりを目指していきたいというような形です。ギャンブルじゃねえか、ギャンブルじゃない、ギャンブルじゃない、賭け事、まあ賭け事ですね、ギャンブルです、もう認めます、ギャンブルです。はい、それでは充電をした後、デイ1で抜けたように同じようにクリッピングをして、針の方へ行きたいと思います。階段途中には20万人があるので、しっかりと回収していきましょう。ロボとして恥ずかしくないのかというような、ね、コメントもあるかと思いますが、ちょっとね、このチビロボシリーズの、まあ、別のゲームになってしまうんですけど、おかえりチビロボと言われる、まあ、この2つ後の作品ですね、おかえりチビロボっていう作品でも同じようにマネがすごく重要になってくるんですけども、おかえりチビロボで使われている RTA でも同じようにギャンブルの要素を使ってマネを増やしていくというようなチャートが採用されています。なので実はこのゲーム結構ギャンブル要素が強いのかもしれませんね。デイ1ではですね、左側に向かってた針を右側に降りることでチビドアを回収することができます。このチビドアの前に置いてあるこのアイテム、これがカエルリングですね。これを10個集めてジェニーさんに渡すことでカエルの呪いが解けてあげるというような形です。先ほど言ったカエルリングはこのようなアイテムになっています。ギフトピアでもチンチロリンで掛け事することができます。え、そうなんや、すごいですね。掛け事大好きなんですね。スキップ車とかギフトピアとかのシリーズ、なるほど、ありがとうございます。ちょっとギフトピアやったことなかったのでありがとうございます。はい、それではですね、デイ1ではここ下下がってね、デカ充電器を取りに行ったんですが、ここは針の上を、あ、
時間が経っちゃいますね。残りここではチビドアを2つ回収する必要があったのですが、これ時間が経ってしまいましたね。これ結構やばいのかというとそんなやばくはないんですけども、かなりリカバリー力が試されるような形になってきました。いわゆるタスとかでは見られないリカバリー力を見るっていうのも RTA ならではの醍醐味なんじゃないかなと思います。なんとかなるんじゃないですかね。それでは、先ほど集めたジャンクを使って、まずはですね、どこだっけ、リビングホッパーですか、リビングホッパーと言われる、レッチーカーズくんと言われるものを作ります。このレッチーカーズくんというのはチビロボたちを助けてくれるお助けロボットになります。完全に仲間のロボットさんですね。レッチーカーズくんと言います。まずはこれを作ってあげます。その後はですね、レッチーカーズくん、なんですか、リビングアッパーを作ることでエントランスアッパーとキッチンアッパーと言われる、ものも解放されるため、それぞれを、作っていきます。今ジャンクがちょっと今僕何個か見ることができなかったので少々わからないのですが、まあ、作れるだけ作って、作れない分は後にまた回しておこうというようなチャートになるかと思います。待ってよ、この辺か。じゃあはい、それでは早速外に出ていきましょう。外に出るとですね、レッチーカーズくん、先ほど言ったチビロボを助けてくれるお助けロボットさんのお披露目会が、開始されます。これですね、はい、スペシャルゲストとしてジェニーさんもお越し、ジェニーさんにもお越しいただいております。ジェニーさん、ありがとうございます。はい、ここ最近ではですね、このイベント自体をスキップするテリヤキブルーススキップというグリッチが発見されましたが、難易度が高い上に、まあ、ここから先全てのチビハウスから外への移動で成功させる必要があるため、非常に難易度が高く取り入れてはおりません。これがレッチーカーズくんですね。レッチーカーズくんというふうに、まあ、人間のようにくんをつけて、総称していますが、彼は喋ることはありません。トンピーさん、散らかさないでください。このゲームですね、トンピーさんがクラッカーをするとですね、クラッカーのゴミが散らかるという仕様があるんですね。本当に散らかしてますね。でもですね、これ実はですね、このゲームゴミを集めてゴミ箱に入れることによってマネとかハッピーを手に入れることができます。まあ、RTA では使用しないんですけども、通常プレイでは基本的な金策になるかなと思います。トンピーさんが散らかすクラッカー、結構マネとワッツが、マネとワッツじゃないですね。マネとハッピーさんが良かった記憶がありますので、まあ、そこまで悪いということはないです。ということでですね、テリヤキブルースという曲を披露してくれるそうですよ。トンピーさん、有能ロボット。レッチーカーズくんに邪魔されちゃいましたね。めっちゃ海外の方笑ってありますね。こんな感じでですね、レッチーカーズ、新しいレッチーカーズくんに邪魔をされてしまって、テリヤキブルースという曲はお披露目することはできませんでした。彼がこれをね、全部歌うことができるかというのはですね、まあ、ぜひ買って確かめていただければなと思います。エニーパーセントでは、もちろんこれが最後のテリヤキブルースとなります。トンピーさん、電化製品の上で泣くのやばくないですか。まあ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 、水じゃないのかもしれませんし、まあ、特に、まあ、有害のない、例えば超純水ですか、 18.2 メガオームの抵抗値を持つ超純水なのかもしれませんね。それではここからは多分オリジナルチャートが発動するのかなと思います。彼の、リカバリー力に、期待していきたいですね。あ、無水、多分そういう説もあるかもしれませんね。それではまずソファー上には100マネ確かにありますので、50マネで回収していきましょう。あとそうですね、先ほどからも取っているクリッピングで、取りに行く、あの100マネっていうのも、まあ、重要になるんじゃないかなと思うんで、多分取りに行くかなと思います。行きそうですね。なんでメーデミーが湧いてるんですかね。それは真水やろうがい。はい、というようなね、ツッコミ思い出で10マネを取った後、クリッピングを使って、外にある本来取りにはいけない100マネを取りに行きます。
クリッピングめちゃくちゃ難しいですかね。ちなみに解説者の私はできません。難しいです。あ、なるほど。そのままエントランスに進むため外側を通っていきましたね。外側から来たのに外側に通っていく、ちょっとよくわかんないような挙動をしていますが、まあそんなもんだと思います。エントランスに着いたので、そうですね、早速先ほど作ったエントランスアッパーを使って2階に登っていくというような形になるかと思います。このレッチーカーズくん、このエントランスアッパーではしごを作ることができるんですが、このはしごを1段上げるだけでものすごい量のワッツを消費されるため、先にですね、はしごを上げてから、その後スパイダーを探してスパイダーを倒してから充電をするというような形になります。あ、いいですね、100取れてますね。110取って10しか出ませんね。まあ、100が出てるのが非常に嬉しいといったような形でしょうか。そうですね、非常に燃費悪いです。リッチーカズ君は非常に燃費が悪いです、残念ながら。はい、それでは充電ができたので2階に向かいたいと思います。セーブするの？あ、なるほど。先ほど説明したセーブ&リセットで、もう一度リスポーンするというようなテクニックを使って、この時点でのジャンクを600にしてしましょうというような、あ、チャートを使われるのだと思います。なるほど。ということで、先ほどスパイダー倒しましたよね。倒したので、セーブデータには倒したというようなところは記述されないため、もう一度戦うことができます。もちろんジャンクの数は記録をされているため、このようにして無限に稼ぐことができます。ちょっと運が悪いのでもう一回やるみたいですね。まあ、結構ね、100を出すのはすごく難しいので、まあ旧チャートではですね、何回も何回もやって1200にするというような形がよく見受けられます。まあ、実際は1200じゃなくて710必要ということになるので、まあまあまあたくさんやらないけど、ひどい時はですね、4体全部10とかそういうこともあるので、ここは完全にお祈りですね。さあ、100とか50が出てほしい。10ですね、バネは10、バネは10。これはしょうがないですね。30を取ってセーブリセットするよりも、もう一回リセットして再チャレンジした方が早いというような形でやりましたね。皆さんお祈りの方よろしくお願いします。ちょっとね、出てほしいですね。100とか50、100はネジ、このナットの形が50ですね。素晴らしい。はい、これでやりましたね。これで2階に進みたいと思います。レッチーカーズくんのはしごを使って2階に進みたいと思います。レッチーカーズくんに言うのですね。はい、ありがとうございます。このような形でですね、はしごを使ってあとは階段を上っていくというような形になります。はい、これがですね、通常の2階への上がり方になります。これ以外を用いた2階への上がる有用なバグは一切報告されていません。まあ、一切というとちょっと別にはなるんですけども、有用な RTA で使えるような有用なバグは報告されていません。現在この2階に上がれるバグ技に懸賞金が100ドルかけられています。皆さんぜひですね、チビロボの実況を買っていただいて、ぜひね、あのバグ技を見つけることに、はい、挑戦してみてください。100ドルかけられています。それぐらいですね、この2階に行くというのは早くなれば、この RD においてはものすごい貢献になるということが示唆されているというようなことですね。100ドルかけられてますからね。皆さん、チビロボはそんな100ドルもかからないので、いいですか、チビロボを買ってバグ技を見つけて100ドルもらえればプラスですからね。そのようなギャンブル、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。ギャンブルやってみてはいかがでしょうか。ちょっとこれは語弊がありすぎですね。それって言語とかバージョンとかの指定ってあるんです？いや、特には僕はなかったように見ましたね。まあ正直バージョンとかの違いでもなっても、なんとかすると思います。有用なスピードランナーさんと、まあ有用、まあタスさんもいらっしゃるみたいなので、まあスピードランナーとタスさんによってどうにかして、多分他のバージョンでも使えるような形にはすると思います。
それではですね、パパとママの部屋が空いてるので入って、ドアの小窓、今出てますね、ドアの小窓を開けておきます。というのもですね、パパとママの部屋は夜になると閉まってしまうので、この小窓を開けておかないと出入りができなくなるため、昼の間に、出入りをしておきます。今さらっとですね、まあ釣り鐘のような形のものを、迂回をしたのですが、これ釣り鐘の上に乗ってしまうと会話イベントが発生してしまうため、それを無視するために、釣り鐘を避けたというような形になっています。時間があるので少し金策をするかもしれませんね。その懸賞金ってどこが払うんじゃろう。ですね、これ誰が出してたかな、もしかするとスピードランナーが出してるかもしれませんね。ちょっとすみません、ちょっとその URL とかさすがに貼れないんですけども、多分チビロボ英語ですね、チビロボとかでなんかまあ100ドルみたいな検索をしてあげると、もしかするとその記事が出るかもしれません。はい、それではですね、今この干からびたというか、なんかちょっと倒れてるカエルさんにのイベントがありますね。これはトイレックスと言われるですね、おもちゃのイベントの一つとなります。まあ、これはですね、ここを後ほど何回もまあ往復するのでまあ見ておくっていうのもありますが、一応ですね、近年ですね、このクリッピングを使ってドア側から大回りして、このイベント自体をスキップしてしまうフロックスキップという技もあるんですけども、リターンの割には判定抜きが非常に難しいので、あまりお勧めできないような技というものもあります。まあ、一応はこれスキップする方法もあるんだよということを覚えて帰ってもらえれば嬉しいです。さあ、これどうするんですかね。これまあ多分金策をするんじゃないかなと思います。だいたい体感として1分ぐらいはあるので、この近くにはチビドアが1つあるので、まあそれを回収するのではないかと思います。250ドルに上がってるらしい。すみませんね、情報が最新じゃなかったですね、すみません。そうなんや、ありがとうございます、情報提供。高っ。これちょっと僕も挑戦してみようかな。めちゃくちゃ上がって 2.5 倍に上がってるやん、すごいね。で、この帽子の近くにですね、見えないチビドアさんがありますので、チビポッパーフルチャージで開けて、出現をさせてあげて、プラグをコンセントにさせて、チビドア開けて回収しましょう。これで多分300いくらのマネは回収できるかと思います。この下にもう一個チビドアがあるので、回収できればいいですね。時間内に回収できればすごく嬉しい。間に合いましたね、余裕でしたね。これはどうですかね。実はこの棚の上にも1個ドアがあるんですけど、もしかすると間に合わないかもしれません。ただ引き出しを引くだけでもマネは回収することはできるので、できましたね、ラッキー。このような形でも、まあ、金策はできるので、挑戦してみるだけの価値があるということで挑戦しているのだと思います。これ間に合わなさそう。ドンマイですね。ただまあ棚を引いて、まあ、引き出しを引いて得られたマネがあるので、これは大丈夫ですね。はい、それでは、これはどれだ、もう私の用意されてるあれでもぐちゃぐちゃになってわかるんですけど、今デイ2ですか、デイじゃない、ナイト2ですかね、ナイト3ですかね。ちょっと視聴者の皆さん教えてください。わかんなくなっちゃいましたが、多分ナイト3ですね、多分ナイト3だと思います。はい、ナイト3が始まります。ナイト3はですね、ジャングマシーンをもう一度起動をして、2回へワープするような、これは何だったかな、エントランスワープというような、でチーカズくんを作ります。これを使うことで少しワッツは消費してしまうものの、1階と2階をワープで行き来することができるという非常に便利なレッチーカーズくんです。まあ、通常プレイで一番お世話になったレッチーカーズくんといっても過言ではないぐらい皆さん多分使ったのかなと思います。そうですね、 EST で見ればそろそろ折り返しやねというコメントがありますが、でもワッツマネがそんな溜まってないので大丈夫かなと思うかもしれませんが、大丈夫です。ギャンブルがありますから、この世界大丈夫です。はい、もう一個作っていなかったレッチーカズくんを作って、これでレッチーカズくんは全部これで終了となるかと思います。
There is a line that Telly says that sounds like double whammy. I swear. I swear I'm not. さてとナイト3では何をするんでしょうか。すみませんね、完全にナイト3を何をするのかちょっと私も把握しきってないので申し訳ないんですが、まずはそうですね、ドア裏にある、まあドアっていうか本来行けない場所にある100万円を回収してから、そうですね、リカバリーチャートちょっと考えていきたいですね。いくつかチビドアを回収し、忘れとると言いますか、まあできなかった、時間内にできなかったチビドアがパパママの部屋に1つ、あとは地下倉庫に2つかあるので、それをどう回収していこうかっていうのもあるかと思いますが、まあナイト3なので、あ、これそうですね、メインストーリーを進めるかと思います。まずはエントランスに進み、先ほど作ったレッチーカーズくんを使って2階に移動します。これか。はい。ワープをして2階へ進んだ後は、先ほど、デイ3か。デイ3で開けておいた小窓を使って、パパママの部屋に侵入をしていきます。But like, normally it's a really, really good thing. いや、ここ昼空いてるんやから、さっきのクリッピング使って壁抜けすりゃええやんというようなね、ご意見があるかと思いますが、ここはクリッピングをしたところで下に落とされてしまう。要するに移動判定がないということが分かっているので、ここは開けておく必要があります。同じようにですね、小窓にも移動判定あるんやからと言いたいところですが、この小窓も判定がないので、下に落ちてしまうということで、やっておく必要があります。ナイト3でパパママの部屋に入るとメインストーリーが進行します。今月も支払いがいっぱい、電気代もやっぱ増えてるしなということで、家計が非常にピンチということが、この場面から、分かるかと思います。それでは早速ですね、ママに話しかけていきましょう。ここは丸×選択して、まあ、どちらにするというのもありますが、丸を選択してあげた方が、まあ、ハッピーさんももらえるし、あ、このゲームハッピーポイントか、ハッピーポイントももらえるし、丸ももらえるということで、お得ということで、丸を選んだ方が得です。得やから得。なんか、進次郎みたいなこと言ってますね。進次郎公務を言ってるつもりはありません。はい、それではですね、ママの悩みを聞きました。まあ、ママの悩みとしては、お金の計算をしても、まあ、どうしても計算が合わないということ、まあ、何かパパがね、ママに隠してるレシート等があるのではないか、まあ、そこでチビロボに探してきてほしいという頼みをしました。それではですね、このようにイベントを進めた後は、先ほど手に入れた怪我人の着ぐるみを使ってチビハウスに戻ります。ちなみにナイト3のようにですね、夜に倒れてあげるとなんかお化けの着ぐるみがもらえます。特になんか有用な効果はちょっと僕覚えてないんですけども、まあ可愛いのでよしです。なんか有用なあれとかがあったら教えてください。はい、このような形ですね、最初の方に言った通り、ハッピーポイントを貯めることによって、このバッテリーですね、ワッツの最大値が増やすことができるので、ハッピーポイントを貯めるというのも少し、重要なことにはなります。トンピーさんめっちゃ散らかしとるやん。トンピーさん散らかしちゃダメよ。トンピーさん散らかさないでください。はい、ということでですね、その後、外に出るとパパのイベントが発生し、レシートのヒントが得られます。あ、スパイダーさん一掃できた気がする。確かになんかそんな気がする。確かに、ありがとうございます。どうなんですかね、30ワッツ消費して一掃、まあ一掃する楽しさがあるのかもしれませんね。はい、それではなんかね、パパさんからヒントを得られたということで、早速レシートを奪い去りにと言いますか、没収ですね、どちらかというと没収しに行きましょう。隠し事は良くないですからね。ということで、パパが普段寝ているソファに隠してあるため、椅子からソファに、飛び移り、おもちゃのレシートを回収します。ここですね、ちょっと見づらい場所にあるんですけども、ここにおもちゃのレシートがあります。
今回ちょっと金策をしないといけないので、ここの隠し扉を開くんじゃないかなと私は思うんですが、あ、やっぱりそうですね。チリボッパーをフルチャージすることによってエントランスではここに、隠し扉があります。ジャクスラーさんがですね、スピードランドトコムに申請された動画では確かこの時点では何ですか、金策はされていなかったため、今回オリジナルチャートということが伺えます。あ、ありがとうございます。お化けは周りのスパイダーを瞬殺できる効果を持ちますが、同時に時間が一瞬止まるのでエニーパーセントで使用しません。非常にありがたいですね。つくがね353さんですね、ありがとうございます。ちょっとこちらで紹介の方をさせていただきます。こちらの有識者つくがねさんはですね、 RTA チビロボ RTA の日本版で、日本版ですよ、 GC 版の日本版で世界記録を持っていられる、いらっしゃる先生です。つくがね先生、いつもありがとうございます。彼はですね、ニコニコにボイコット RTA なども挙げられており、その辺でですね、チビロボとしては非常に有名な方となっています。ありがとうございます。すぐに先生、ごめんね。勝手に紹介しちゃって。ごめんね。すぐに先生、ありがとうございます。本当。はい、それではですね、おもちゃのレシートが手に入ったので、早速ママに渡していきましょう。ですよ。野生のワールドレコード世界一に来、彼の動画といいますか、あ、日本版の GC 版の日本版もまた違いますので、もう時間ある方はぜひ見ていただければなと思います。後ほどですね、このチャート、この Wii で遊ぶ版チャートと GC 版で大きく異なる箇所を説明しますが、そこがね一番大きな違いになるので、そちらだけで見てみてもすごく面白いのかなと思いますので、まあ、お時間ある方はですね、つくがね先生の世界一の記録見ていただければすごく爽快でいいのかなと思います。はい、それではママにおもちゃのレシートを渡しました。家計がピンチだというのにおもちゃを買って、パパのね金銭感覚をちょっと疑っちゃいましたね、ママさん。ということで少しちょっと怒っちゃったかもしれませんね。ちなみにママがこういうふうにですね、パパに対して怒るというイベントが発生するため、このママにですねレシートを渡すターンは最後、強制的にターンが終了します。なので、このママにレシートを渡すターン、ナイト3ではいかに、ここは何ですか、いかに早くレシートを渡すかっていうのがタイムに直結してくるというような形になります。他のターンは5分で終わるのに対して、このターンに関しては早くした分だけ、その分だけタイムが早くなるというような、実力がここで出てくるというような形になっています。ハッピーが手に入れたので、チビロボランキング更新があってからの、デイ4ですね。はい、それではデイ4の方を始めていきましょう。いつもですね、デイ4何をするのかちょっと僕はわからないので、その場頼みの残念な解説になるかと思いますが、まあ皆さんで楽しんでいただければかと思います。チームスさんもチビロボのタス動画を上げてらっしゃる方なのか、あ、バレてしまった、バレてしまいましたね。最後まで言わないつもりだったのですけど、ちょっと改めて自己紹介の方させていただきます。私、チビロボシリーズ、チビロボとおかえりチビロボ、咲かせてチビロボにてタス動画を上げています、ゲストシーモチと申します。今回タス動画を上げているということで、知識を有しているということで解説の方させていただいております。フレーム単位の解説が出ているというのは、そういうようなタス動画での、知識を持ってきているというような形です。少しでも皆さんの役に立てていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、というようなね、ガラッと遅い、ちょっともう半分過ぎた段階でのね、半分過ぎた段階でのあれ、自己紹介になりましたが、本当の自己紹介になりましたが、楽しんでいただければなと思います。さあ、先ほどと同様、ソファーの50マネ、50マネを取って、後ろの100マネを取っていきたいですね。ここどうするんですかね、金策。私だったら地下倉庫の取り逃したチビドアを取りに行くのか、そこしかないかな。ちょっとわかんないんですけども、ちょっと見守っていきましょう。あ、そうか。そうですね。
メインストーリー忘れてましたね。ゲスト下地さん、うっかりさんですね。メインストーリーを忘れていました。先ほどですね、ママさんにレシートを渡した次のターンにて、メインストーリーが進むので、そちらを進めていきます。さて、先ほど作ったワープを使って2階に行きましょう。そうするとですね、ママが鍵をかけて閉じこもってしまっちゃいました。パパは心配性なのでね、すごく心配するいい人ですね。心配なので、ちびロボに様子を見てほしいと頼まれます。ジェニーちゃん、頭いい。でも覗けばいいと いいんですけども、まあ入れないということで、まあ、ちびロボさんに頼むというような形ですね。ジェニーちゃん、ちびロボを指してますね。これも頭いいですね。Jenny thinks she's a frog, and the dog is just a dog. It's dirty. It eats. You know, it's a dog. You gotta take care of it. You gotta take care of it. It costs money. Yeah, dogs. すごいですね、ジェニーさん。They're dogs. Yeah. They do their best, but you know. はい、ということで、まあ登っていきたいと思います。ちなみにですがね、ここだけの限定で、この時はですね、パパに話しかけると、この上の小窓まで連れて行ってくれるという小ネタがあります。まあ、会話中は時間を止まるので、まあ、多分やらないのかなというふうなことを思っているんですが、まあ、実際ちょっとよく分かっておりません。一応通常プレイではそちらをした方が、まあ、ワッツも少なく済みますし、おすすめの方法になります。この時のママ衛生面どうしてるんだろう。このチビロボってトイレとかあったかな。なんか描写はされてなかったので、まあ描写されてないところにあるのかもしれませんね。ということでママさんに話しかけていきましょう。パパママの部屋に侵入し、ママに話しかけるとパパへの手紙を渡されます。まあ、これをパパに今度は届ければいいというような形になりますね。That we have to deliver. And then you're gonna see that Chibi Robo is gonna raise his arms up. This is a really random little thing that. はい、それでは早速戻っていきましょう。上の小窓から行きたいところですが、昼なのでここは移動判定があります。移動判定があるということは、そうですね、クリッピングで抜けて行けばいいという形ですね。クリッピングで抜ければいいんです。そうです。ということで、ちょっとわけのわかんないですよね。今、ドアのところからテクテクと歩いてきたんですけども、この世界ではそういうもんだと思います。それでは、早速パパに話しかけて、ママの手紙を渡してあげましょう。パパさんからハッピーもらえますね。タオは言うこと聞かないし、ジェニーはカエルだし。Or Ralph or Z's if you're feeling special. Or Chef Frank, that's also great. Chef Frank is great. Classic. このままでは、もう、どうなるの？どうなっちゃうの？離婚するしかないと言われちゃいました。ということですね、これも最終警告より近い形で手紙をもらってしまいましたね。ということで、パパは改めてですね、会心をしまして、まあ、家事をしたりとかして、まあ、名誉挽回へ勤めるというそうです。さあ、ここからどうするんですかね。この近くにもチビドアがあるので、それを回収しに行くのか、逆側にも隠されたチビドア、途中にもチビドアがありますが、ああそうだね、確かにそうだ。あ、つくがね先生、確かにありがとうございます。そうですね、パパとママの、この一連の流れでパパの手紙を渡した後、今後クリアに必要なものが出現します。なのでそれを回収しに行こうというような形ですね。どうなんですかね。僕はオリチャーするかなと思うんですよね、つくがね先生。ああ、なるほど。ああ、なるほど、なるほど。これですね、このエントランスの2階部分の上の方にですね、まあ、謎の通路がありまして、そこにチビドアがあります。
そこのチビドアを使ってマネの練習といいますか、まあ金策をしていこうという形になります。そうですね、先ほどつくがね先生が、まあ、ウィーバーの方が15分くらい早いのかなという、ちょっとオリジナルのウィーバーではチャートを使うんですけども、それを使ってしまうとですね、金策が一切行えないようになってしまうため、金策を先に行ってから、万端の準備をして、ウィーバーオリジナルのチャートに入ろうというような形になるかと思います。さあ、プラグドロップでしっかりと置いていきますね。こちらの方面はジェニーさんの部屋になります。多分ジェニーさんの部屋には入らず、ジェニーさんの部屋のこのドアの近くにある隠されたチビドアを使って金策をするかと思います。はい、いいですね。そうですね、金策をしないといけないんですけども、さっき言ったですね、スンミダイベントを使うことで、スンミダさんのギャンブルを使うことで2倍にすることができます。2倍をしたときに残りのマネ、14000マネを到達するためには、まあ、6900マネ必要となります。スンミダイベントではさらに参加費100マネが支払われるため、仮定支払われるため、金策を完璧に行うためには手持ちを7000マネにするため必要があるため、今は7000マネを目指しているというような形になります。そうですね、まあ多分ですね、チビドアをの逃したっていうのもありますが、一度計算をミスって、まあ、デスをしてしまったというところで、いろいろチャートが崩れてしまったというのが一番大きな原因にはなりますが、何度かこれはリカバリーができてそうですね。そうですね、筑波先生、ギャンブル2回で手を打つかも、それも僕もありだなと思いますね。ギャンブルを2回して、両方勝てば2の2乗、4倍にすることができますので、クリアには大きく、クリアを超える大きな、お金を手に入れることもできます。ただもうこれはもうマネが少ないので、残りマネが少ないので、通常の金策を行って1ターン遅れた状態で行こうかなというようなところが伺えますね。要するにですね、GC 版で行われた旧チャートに近いような形で、ウィーバンチャートを行っていくというような形になるかと思います。まあ、2回の運ゲーはあんまりやりたくはないかなと思いますかね。はい、それでは、なんかこういう声真似してやる。こういう真似してますね。これでデイ4が終わるのかな？これでデイ、ナイト4になるのかな？はい、ナイト4になります。はい、これでチビロボランキングを更新というような形で、残り、ちょっと私、画質の方が汚いので分かりません。5100かな、これ。ということは、1800くらい？え、めちゃくちゃいるな。めちゃくちゃいいな。これ6100ですから、ちょっと僕画質をね、かなり下げてるんで、わからないですけども、残りのマネをね、頑張って、まあ、作っていこう。作っていこうというのはちょっと語弊がありますが、まあ、金策をしていこうというような形になります。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。すいません。できるだけね、途絶えなくするために画質をね、144p にしてるもんでしたから。これ、上げろよっていう話ですけど、まあ。唇を指でプルプルして収録したいし、あ、じゃあ実際にああいう音なんですね。ありがとうございます。はい、それではですね、同じように外に、もうおなじみですね、外にある、実際に取りに行くことは不可能な100マネを取って、これはどうするんですかね、エントランスに移動しようというような形ですかね。あ、すごいですね。有識者がめちゃくちゃ言いますね。めちゃくちゃ助かります。本当にありがとうございます。私はちょっと仕様とかその辺にしか詳しくないので、そのような制作背景であったりとか、歴史というのは非常に詳しくないので、すごく助かります。ありがとうございます。なので、これはどうですかね。地下倉庫に向かって、チビドアで足りるかな。
足りるかな。僕マネのね数は知らないんですよね。というのもですね、先ほど言った通り私タスの制作者なんですけども、タスではチビドアを使わないノーチビドアチャートを最近挑戦をしておりまして、全部ラングでね、引き出しから100番に取ってしまおうというね、納金チャートをやってるもんでして、チビドアの数を僕覚えてないんですよね。ありがとうございます。本当これ足りるんですかね。So we'll grab these two chibi doors here. We're gonna do a safety save. You'll see why the safety save is necessary shortly. 今セーフティーセーブというような声が聞こえたので、多分足りてからそこから隅田に挑戦するかというようなことが伺えます。タッサンっぽいっていうね、あるかと思うんですが、僕は納金って言ってます、ね、もう全部引き出しからね、乱数で出してしまえばいいじゃないっていう。お金が乱数なら出してしまえばいいじゃないというような、アントリーなんとかさんが言ってそうな感じで僕はチャート作ってるんで、ちょっとねすみませんね、チビドアが各チビドアが何まで格納されているのかっていうのはちょっとすみません詳しくないので、よろしくお願いいたします。これでどうですかね、足りますかね。7000万であれば挑戦することができます。あ、ありますね。7100なので、これ足りますね。ということで、多分セーフティーセーブ。イベントですから、セーフティーセーブをして、この後、スンミダの2分の1。2分の1のね、ギャンブルをしていきたいと思います。ここからは、もう完全にお祈りタイムですので、もう皆さんね、お祈りエモート。まあ、ここだと、そうですね、ジャパニーズリストリームなので、もしね、持ってる方、RTN ジャパンで持ってる方は RTA プレイですね。持ってない方は、普通のiPhone とかであるような、このお祈りエモート、ありますよね、エモジーがありますよね、お祈りエモジー。あれをね、持ってない方はしていただけるとありがたいです。それでは、クリアのための、マネを作っていきましょう。ということで、心が乱れているということでね、清めるために、ギャンブルをしましょうという、どっちかというと乱れるような気がしますが、まずはですね、参加料としてお気持ち100マネを没収されます。僕はこれ没収って言ってます。この後掛け金をいくらにするかというのようななりますが、まあ、ここ今7000持ってるので、6900ってやるよりも7000の方が早いので7000選択しました。あとはですね、スンビダさんの右目が開くかどうかに対して、これを丸か×かで予想していくというような形になります。奏者さんどっち選ぶか僕聞いてないので、まあ、丸かなとは思うんですけども、奏者さんが選んだようにお祈りしていただければ嬉しいです。Cross our hearts and hope not to die. An hour and a half into the run, I guess. All right. So I'm gonna need some. If では始めるそうですよ。私の右目が開くかどうか感じてください。感じましたか皆さん。感じます。これもなんかちょっと元ネタありそうですよね。これよくないな。なんとかパワーとか言ってそうですけど。さあ、右目が開くかどうか。あ、これ会場の皆さんの反応見てますね。OK、皆さん、RTA 丸を選びましたよ。さあ、皆さん、右目が開くかどうか。開くかどうかを祈ってください。大丈夫です。会場の皆さんが来てますと感じて、みんなで丸を選んだんですから。開くか Come on! OK! これはいいですね。いいランス来ました。これはラッキーです。一発で来ました。ということで、2倍の1万4000万円を獲得することができたので、あとはチデカロボを再生するとこまで突っ走るだけです。これいいですね。これ難しいんですよ。一発でいくっていうのは非常に難しくてですね、これ本当にね、2分の1かどうか、正確に確率が2分の1かどうかっていうのはよく分かっていません。それでは、金策が終わりましたので、このアルテンを受けるすべての金策が終わりましたので、チビハウスに戻っていきましょう。はい、それでは、音は結構巻いてきたな。この辺か。ちょっと待ってくださいね。
ってなると、デイ、デイ5になるのかな？デイ5とかになるんですかね？もうちょっともう数えられなくなってきたんですけども、あデイ、多分デイ5かな？向かっていきましょう。これはタイマー買いましたね。ちょっと時間が足りないだろうという判断を使ってタイマーを買っていきました。このようにタイマーを買うことで、1ターンの制限時間を変えることができます。あ、買ってないな。じゃあチビレーダーだけですね。はい、じゃあチビレーダーをこの時点で買いました。これはですね、先ほどから出している、まあ、本来は見えないチビドアというのをどこにあるかを指してくる。あ、買っとるわ。全然買ってたわ。全然バチバチに買ってましたね。はい。タイマー15にすることで残り時間を大幅に、上げることができました。ここからメインストーリーの方を進めていきたいと思います。そうですね。まずは必要なものを買ったので、まずは早速ですね、デカ電池のデカ充電器を使って、1万キロワッツですからね。1万キロワッツ充電させていきましょう。1000キロワッツイコール1000までのレートになっています。でここはですね、1万をいっぺんに1万キロワッツ充電することはできないので分けていきます。1000キロワッツ充電した後、9000キロワッツ充電するというやり方が演出上一番早いので、それを行います。それを行います。そうです、10メガワット。あ、ワットじゃない、ワッツです、ワッツ。ワットじゃないです、ワッツですから。そうですよ、これ、1万キロワッツなんていうものをね、例えば大学のレポートなんて出してみたら怒られますからね。ありますからね、ちゃんとね、SI 接頭時はちゃんと見ていきましょう。In the meantime, we have an anonymous $7 donation. The comment says, pretty much every marathon I've watched during the pandemic has featured Jackson. なんかもう電気消えちゃってますね。これブレーカーいつか落ちちゃいそうですけども、まあお金払ってるんで問題はありません。電気代は払いましたからね。Thank you. That means a lot to me. Jasper runs a lot of games. I run here, but also great speed games. Yeah. じゃあ簡単にしたらどうなっちゃうんですかね。トンピーさん、散らかさないでください。あ、9000で分けていきましたね。まあ、9000も早い方ではあるので、それで大丈夫かと思います。めちゃくちゃ余りましたね、マネが。めちゃくちゃ余りましたねって思った方、まだあるんですよ、実は。で、皆さんね、実は買い物が一つあるんでね。でも言うても結構マネは、多分余るんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあデカ電池、まあデカ充電器が壊れてしまいましたが、デカ電池を手に入れたので問題ありません。せっかくこのマックスウェル構文言うなら、マックスウェルの達さんに許可をいただいた方が良かったかもしれませんね。それはちょっと申し訳ないな。ちゃんと次回からは許可を取ってこようかなと思います。はい、それではですね、チビレーダーを買ったので、裏庭に行きたいと思います。If you know me and the types of speedruns that I find interesting, that should be more than enough to sell you on the run. So after this run, make sure that you stick around. はい、それではですね、裏庭には蜜の雑草があるので、それを抜いてミステリーサークルを出現させます。これこのまま行くのかな？私これ一つアイテムを回収してないかと思うんですけど。これ私見逃してたら申し訳ないんですけども、この、あ、そうか、なくていいのか。あ、なくていいのか。はい、わかりました。そうでした。はい。ですね、GC 版では、おしゃぶりボーンというアイテムを、おしゃぶりボーンというアイテムを回収する必要があるんですけども、Wii で遊ぶチビロボ版はその必要がないので、大丈夫ですね。あ、つくば先生、ありがとうございます。すみません、これは私が出演しておりました。そうですね、Wii で遊ぶチビロボ、私持ってないのでね、すごくいろいろ仕様とかも分かってないので、いつかちょっとちゃんと調べたいと思います。完全に失念しておりました。ありがとうございます。
ということで、ミステリーサークル上で、チビレーダーを使うことで UFO を呼ぶことができます。どういう原理なのかちょっとさっぱりなんですけども、ミステリーサークル上でチビレーダーを使うとなぜか UFO を呼ぶことができるという、どういう原理かはちょっとさっぱりわかりません。トンピーさん隠れちゃってますね。ということで UFO の中から宇宙人さんを呼ぶことができます。あ、ゲーム内にヒントあるんですね。ありがとうございます。宇宙人さんをね呼ぶことはできたものの、小さすぎてね何と言ってるのかさっぱりわからない状態になります。なのでね、多分通じてない、この人話通じてないなというような感じでしょうか。宇宙人さんはちょっと落胆して UFO の方に帰っていきました。ということでですね、このままではイベントが進行しないということで、一度ですねチビハウスに戻りたいと思います。ここと丸と×はねどちらが早いかっていうのがちょっとまだタスの方制作追いついておりませんので、どちらが何フレーム早いかはちょっとさっぱり分かりません。そのうち発表したいと思います。So the idea is that they were like, okay, Gigarobo, we will do this for you, but we have to go back and grab one of these for you so that we can fulfill this for you. はい、それではチビハウスの方戻っていきます。もうここから先金策というのは必要がないので、できるだけ早く最短距離で通っていきたいようなところですね。We need to link them back up with GigaRobo. And then once we do that, we can start doing some even more game-breaking stuff that's more so exclusive to the... 本来であれば、カエルの着ぐるみを着て夜のジェニーの部屋に向かい、テレビを見ているジェニーに話しかけると、サークルの真ん中でくるくるレーダーするというヒントがあります。そうなんですね。ありがとうございます。つかわせて、本当ありがとうございます。私、通常プレイでは、なんかここあるんとちゃうんかっつってデータやったらなんか UFO 出てきたみたいな感じで、たまたま見つけてしまったタイプなんで、ヒントの場所全く知らなかったんで、ありがとうございます。そうなんや、普通に勉強になりますね。ありがとうございます。はい、ということでですね、先ほど宇宙人さん全く聞こえないということで、補聴スーパー補聴チップというですね、宇宙人さんとおしゃべりすることができる、パーツを売ってくれるようになったので、それを購入します。このスーパー補聴チップを買ったところで、このチビロボ RT における、全ての買い物は終了となります。もうこれ以上マネは必要ありませんね。トンピーさん散らかさないでください。めっちゃ散らかっとるやないか。トンピーさん散らかさないでください。スペースですか。あ、これはもうマジっすか。あ、すみません、バチバチスーパーだと思ってました。これ自分のね、あのタス動画を見ながら作ったんですけど、自分のタス動画が間違ってるというね、自分のタス動画の解説が間違ってるという最悪の状況ですね。リファレンスファイルはちょっと違うものを用意し、ちゃんと見たいと思います。次回の解説からはちゃんとしたいと思います。すみません。スペース補聴チップですね。確かにスーパーだとなんかそらおかしいわな。確かにそうやな。それはおかしいわな。なんでスーパーやねん。私もさっき解説作りながらなんでスーパーやねんと思ってたけど、そりゃそうやな。はい、ということで、もう一度宇宙人さんを呼びたいと思います。はい、UFO を呼んで、宇宙人さん。Yeah, so like I said, during this cutscene, the robots are going to want us to take them to GigaRobo.
But normally what happens here casually is 友達に会いたがってますね。Legend of Justice that he is sees the aliens as like some sort of evil because you know he's a toy action figure. ということでですね、チビロボさんはですね、宇宙人さんのお友達に会いたいということで、まあ宇宙人さんを友達まで道案内をしましょう。この友達とはね、一体誰のことなんでしょうか。誰のことなんでしょうか。でも友達いっぱいいますからね、この家。住民もいますし、まあ、おもちゃといいますか、おもちゃの住民さんもいますから。じゃあ、お友達が誰なのかというのもあるんですけども、まあ、RTS 奏者なのでね、お友達が誰なのかも知ってますし、どこ行ってんの?え?あ、なんかここスキップできるんだったっけな。そうでしたね。確かにここ歩くと、会話イベントがあるので、ムービーをスキップすることができますね。これも出演しておりましたね。ありがとうございます。ということで、まずはエントランスに向かいましょう。You basically have to do a quarter circle motion around that post in order to get past it. So doing a bit of battery management here again, the recharging is a bit. エントランスにもしかするとお友達をいるかもしれませんね。RT 奏者の方にちょっと見守っていきましょう。エントランスに来たっちゅうことはね、2階とかに行くんじゃないかなと思うんですけど、無視してる、無視してる。あ、みたいでもない。アーミー隊でもない。2階でもなくて、アーミー隊でもない。ということで、地下倉庫の方に向かっていきます。そうなんや、ムービー判定の後ろに回ってます。ありがとうございます。タスク来るときにどこまで判定かちょっと見ときますね。また図解で示せればと思います。ありがとうございます。ということで、地下倉庫にやってきました。ということでですね、この宇宙人さんのお友達、一体誰なのかというと、このデカロボさんですね。Additionally, there's like the routing creativity is so. はい、お友達のところまで連れて行ってくれたので、ハッピーポイントがもらいましたね。Figuring out their first routes. Spread the happiness. Yeah, spread the happiness. Hell yeah. このようにですね、デカロボのところへ宇宙人さんを連れて行くとイベントが進行します。ただなんだか様子がおかしいですね。ね、宇宙人さん、なんか様子おかしいね。デカロボさんの。友達、動かない。友達、病気。友達、死にたい。ということでですね、ホック船長からもう動かないという、デカロボがもう動かないという事実を聞かされることとなります。友達、約束。友達、遅かった。友達、ごめんなさい。友達、ダメ、こりゃ。ダメ、こりゃ、ダメ、ダメ。ということでですね、デカロボさんがもう動かなくなっていた、その事実を知って、さらにですね、彼らはデカロボとの約束を果たすために来たそうなんですが、それすらも達成することができず、ひどく落胆をしてしまいます。Perugly. Like the Pokemon. Yeah. Perugly. That Pokemon. ということでですね、もうそのままひどく落胆してしまいまして、宇宙人さん、UFO に帰っちゃいます。ごめんね。バイバイ。I remember the one, like that one, like. Yeah. You know what I'm talking about. I know what you're talking about. Yeah. That one, boss. We all know that. ということで、It hurts.これはどうするんですかね。次週版の、2% だとこの後はやることがないので、やることがないので、まあ、ターンエンドまで待つというような形なんですが、
Wii で遊ぶチビロボ版はまた違ったチャートですね。ちょっと本当に申し訳ない。私が解説じゃない、もう GC でやるもんだと思っちゃってた私が悪いです。そうなんや。つくがね先生ありがとうございます。ここでタクシーを使うと時間が止まるのでそのまま帰りますというような形になってますね。ということで怪我人の着ぐるみを使うと時間が止まってしまうという情報をご提供いただきました。ありがとうございます。今チビロボが目を回しましたが、ワープをする際にですね、一定以下のワッツ、まあこれは割合ですね。最大値に対しての一定以下の割合の状態で、ワープをしてしまうと目を回してしまうという仕様があります。ああ、なるほど。これもしかしてあれを取りに行くわけですかね。そうですね、もう UFO の準備もできたので早速 GC 版とは違うようなところが見れるかと思います。はい、それではプラグドロップで降りまして、まずは充電が少ないので充電します。さあ何が増えているのかというですと、パパとママの部屋のですね、入ってパパの手紙の部屋をイベントを進行した後、このパパとママの部屋の下のベッドの下にトランクが現れます。このトランクはですね、UFO のイベントを進めないと本来は開けられないものになりますが、壁抜けをすることで中のデカロボの左足を回収することができます。壁抜けをすることで左足を回収することができます。でめちゃくちゃにやっちゃってるんでね、あのムービーもめちゃくちゃになります。で、先ほどね、GC 版と Wii 版でここが大きく違うよって言ったんですけど、実はこのバグ技自体は GC 版でも行うことはできます。ただし GC 版でこのバグ技をこれを行った場合、ムービーの途中でフリーズするということになります。なので RTA では有用にはならず、 GC 版では本来通り順番に、クリアをしてから左足を回収。Wii 版はなぜかフリーズしないので、Wii 版はもうガン無視して先に回収してしまうという形になっています。まあ、Wii 版で、回収ができて、GC 版で回収できない理由としては、私は多分メモリ量の違いとか、その辺に気にするのが、多分ハードさによるものなのかなと思いますが、わかりません。まあ何気になるかは分かりません。ということでですね、ちょっといっぱい無がいっぱいあったんですけども、どういう状況か説明すると、デカロボさんの左足をスパイダーが取り上げて、しかもですねママがスパイダーに襲われる、それをパパが助けに来てみんなでリビングに閉じこもってるよっていう、立てこもってるよっていう状態です。でこの後ですね、イベントの進行に設計図というものが、失礼いたしました、回路図というものが必要になりますが、まだ手に入れていないので、それを先に回収しに行きます。ということで、おもむろに裏庭に出ましたね。裏庭に出るということは、彼らを呼びます。はい、チビレーダーで UFO を呼びましょう。Activate the leg, and that's what puts us into the end game. So I guess as we're going into this, I can kind of explain like how. はい、UFO さんやってきました。ひどく落胆した状態の彼らを呼び出してますからね。And so, the reason that's such a holy grail is because of how you the puzzle that you need to do. ひどく落胆した宇宙人、なんか様子がおかしいですね。みんな友達。So, in order to do that, Tao is actually a puppy. みんな病気。調子悪い。ということでですね、デカロボさんが動かなくなってしまった。そのですね、その事実を知ってしまって、ひどく落胆してしまった宇宙人さんはですね、皆病気になったり、調子が悪くなったりしてしまいました。まずはですね、宇宙人さんに話をかけて、UFO に連れ戻してあげましょう。And to move him, you lure him away by finding a randomly buried dog bone, which does not spawn in until, at a minimum,
day or night six? ということで UFO の中入っていきました。UFO の中はベッドに寝ることすらままならない、ひどくひどく体調を悪くした宇宙人さんがいらっしゃいます。これが宇宙人さんのベッドですね。空気悪いとか言われてますね。まあ発売された時期が2004年でしたっけ。となるとまあ地球温暖化とかが騒がれていた時期なので、それをちょっと皮肉を込めたような形になっているのかもしれませんね。それはちょっと制作者さんにお伺いしなければわからないところですけど、あ、2005年でしたね。It's been a while. I mostly focus on the Wii version now because it's fast. But ということで、とりあえずですね。とりあえず宇宙人さんベッドで寝たいですね。これ。まあ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 、ひどく体調崩した時ね、インフルエンザとかでひどく体調崩した時ね、ベッドにね寝ることすらままならない状態にもなるかと思いますが、あ、確かに空気悪いっていうのは雰囲気悪い、あ、それもあるかもしれませんね。確かにそっちの空気の可能性もありますね。ということで、もうビームが出せないということで、ちびロボが代わりのビームを打って、ソファーじゃないですね、ソファーで寝かしちゃダメだ、ベッドを起動させてベッドに寝かしてあげましょう。ベッドはギリ垂れてますね。Yeah, so that's leg early, I guess. 頑張れ宇宙人さん。Makes use of a trick that you see a little bit more on the GameCube route called drawer glitch, and it's called drawer glitch, but it's really. まあ一人ずつちゃんとね、演出が用意されて、一人ずつちゃんとハッピーさんがもらえるような仕様になっております。Why we call it the drawer glitch? Essentially, the game uses your camera angle.And the direction you're holding on the analog stick to determine whether Chibi should be pushing or pulling the crate. So, ハッピーとはってなるかもしれませんが、まあ相手に対する感謝の意味でのハッピーポイントになる、ハッピーポイントだと思います。さて、すべてのベッドに宇宙人さんを寝かせると UFO の起動装置が出現するため、作動させます。どうしてベッドにしたんですかね、これ。まあ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 。ということでですね、これが起動装置になりますね。ということで、どこか押してから、これはですね、ルーレットで、自分の指定した色に止めることで、まあ、起動することができるというような仕掛けになっています。今、赤を選択しているので、赤でちょうど A ボタンを押したいというところですね。ちょっと A ボタンが早すぎたかもしれませんね。ちょっと緊張されていらっしゃるのかもしれませんね。まず最初の1個が止まれば、あとは簡単に狙えるので。一つ止めた後はその隣を、押してあげることで簡単に止めることができます。どういう原理かと言いますと、このルーレット最後に止まった場所からルーレットがスタートするため、隣の色を指定してあげて A ボタンをあとは連打しているだけで、指定した色に止まるというような原理になっております。いいですね。あとは黄色を揃えてあげるだけでいいですね。そうですね、連続ミスとかは難しいんだろうなとありますが、まあ、1個崩れてしまうと普通に目押しになってしまうため、なかなか難しいというような形になっております。さあ、すべての色が揃いましたので、これで起動ができました。ということでですね、謎の装置が登場しました。ということでですね、まあ、謎の装置が登場したので、まあ、装置に登場していこうというような形になっています。同様にバリアがあるので、バリアを解除して登場しましょう。To get the circuit schematic early, we would save so much time. Several minutes. It'd be a huge,
ということで、トンビーさんも相乗りしていこうというような形ですね。ありがとうございます。ここのバリアチャージ必須となっております。それでは発射ですね。 V1 回転というような形でしょうか。さあ、パパママの部屋というようなものがロード画面に表示されています。一体どういうことなのでしょうか。ということでですね、ネピア色のパパママの部屋につきました。どういうことですかね、ネピア色。ネピア色のパパママ部屋についてしまいましたが、あ、セピアですね。確かにネピアはティッシュですね。確かに。確かだ。確かにそうだ。もう脳が働いてないですね。頭が働いておりません。すみません。はい、それではですね、イベントが始まりましたが、動いているデカロボさんがいますね。まあ、動いているデカロボがいるというところで、まあ、お察しの方もいらっしゃるかと思いますが、もうこれは過去に来たということになります。要するに、この装置はタイムマシーンだったというようなことですね。はい、本来はですね、先ほどの、左足を手に入れるためにですね、ここでパスワードを解除するためにいろいろ動かさなきゃいけないんですけども、終わっているため、そこには用がありません。ここにあった、設計図、あ、違う、回路図か、これは。回路図に用があったため、来ました。この過去の世界では、怪我した着ぐるみを使うことはできません。というか、着ぐるみの効能すべて、オフにされてしまいますので、ここは普通に、チビポッパーを使って、デスルーラをしていきます。トンビさん、泣かないの。ロボットは死なない。北船長言われたでしょ。まあ、なかなかすごいですよね。過去に死んで現代のチビロボハウスに戻ってくるっていうことは、数十年間放置されている状態が続くか、まあ、トンピーさんがどうにかして抱えて持って帰ってるとか、まあ、どっちかでしょうけど、まあ、抱えて持って帰ってるのが正解なんですかね。まあ、トンピーさんが、まあ、一緒に来てるんで、まあ、抱えて持って帰ってるんでしょうね。はい、それでは、イベントに必要なものは揃いましたので、このままね、最終局面の方に向かっていきたいと思います。はい、それではですね、このリビングにいるパパに話しかけて、メインストーリーを進行させていきましょう。There's a lot of hidden stuff like the frog rings and the chibi doors, so we highly encourage you to check this game out. It's, Absolutely. You know, any way that you can. Any way that you can. It's such an amazing game. Yeah. And if you're ever interested in this game, don't be like daunted by the price tag. Just play the game however you can. どういうことなんでしょうかね。We have separate leaderboards for every like possible release of the game. So, because getting this game...This is like one of those, yeah, he-ho. This is one of those games that's like really expensive to find an English copy of, but cheaper to find a Japanese copy of. So just get your hands on whatever you can if you're interested in trying it out. And, there's a spec- はい、ということでね、パパから結構いろいろ衝撃の事実をね、言われたんですけども、まあ、スパイダーをやっつけようというような形で言っておりますね。まあ、制作者ならいけますよね。弱点もわかるっていうのを言うようなもんです。ただ、それを改造するための設計図を捨ててしまった。どうしようかというところで、先ほど取ってきた回路図がいるというような形ですね。だから回路図を取りに行く必要があったということです。さあ、エネルギー派の回路図が出来上がったので、あとはチビロボを改造するだけです。And this kind of came into play when we picked up the leg, and when we pick it up again after we beat the final boss, will also become important. On the Wii version.ちょっと注意なんですけどもね、この先、まあ、ブラック任天堂というわけではないんですけども、おばあちゃんに言えないようなことが少しあるので、まあ、皆さん、紳士の皆さんはですね、心の中でね、笑っていただけるとありがたい。まあ、笑うのはいいとはしてね、草とか出すのはいいと思うんですけど、それに関してのコメントは、心の中で留めておきましょう。
はい、何もなかったですね。はーい。はい、何もなかったですね。はい、何もなかった。何もなかったな。何もなかったな。あー、何もなかった。あー、よかった、何もなかった。はい、ということでですね、エントランスに向かうとスパイダーさんでいっぱいです。で、ここはですね、強化前のチビロボなので、この時点では倒せません。まあ、そこでですね、パパは工具を取りに行き、チビロボは耐える。まあ、ヘイトを買っておきましょうという作戦に出ました。まあ、スプラトゥーン2でいうところの、まあ、ヘイト稼ぎのパブロヒを握ってくれ、私はリッターで、まあ、抜いてあげるから、まあ、そのような作戦会議というような形でしょうか。ということで、ね、パブロヒを握った、チブロボさん、どうするんですか。何して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 るんですか。まあ、30秒耐えればいいですからね。ということでですね、ここのフィールドは壁判定なので、外に出てしまえば、まあ、いわゆる無敵ですよね。何にもしなくても終わります。ということでですね、もうあとは10秒、もうあとはもうコーヒー飲むなり何飲むなり、もうこれはもう何しなくても大丈夫ですよ。これはね、一番安全な方法なので、まあ壁抜けできるよっていう方はですね、このイベントの時やってあげるといいと思います。$50 from Sporadic Erratic, who says, Unmet incentives, not on my watch. Let's go. Loving this run, Jaxler. Chibi that robo. はい、ということでですね、この後はリビングに戻るというような形になります。成功法はマグカップをかぶりましょう。あ、ありがとうございます、塚原先生。僕は逃げてました。僕はバリバリ逃げてました。あ、そうなんや、それ成功法なんや。ありがとうございます。はい、ということでね、早速改造の方を始めていきましょう。皆さん、改造はダメですよ。まあ、危険な行為になる可能性ありますからね。特にね、ハードにおいてはね、感電とかがありますから、知識を有してから改造するようにしましょう。If for some reason you can still stand the sound of my voice, there's that as well. But this is probably one of my favorite cutscenes in the entire game. ちょっとね、私個人的にこの改造シーンのね、おちびちゃん、ちびロボちゃんがすごい好きなので、まあ好きな方はすごい好きかなと思います。なんか注射嫌がってるみたいな形ですごく可愛いんじゃないですかね。Blue extension to cover her hair and her perm. Jenny has extra viewports for her frog eyes on her frog hat. かわいい。And Taos is like tied around the back of his head, and it's really cute. 確かに改造対象に対して工具でかすぎはそれありますね。確かに先ほど言った通り、チビロボは10センチなのでかなり小さなね、まあ、精密的な工具が必要になるかなと思うんですけど、これバリバリでかいやつですよね。あとが言っちゃってますけど、大丈夫なんですか、パパさん。And like how like the little like the valves and the meters pop off of the piece of metal rather than just being baked in as part of the texture that's like actually modeled. Real like. さあ、これ改造大丈夫なんですかね。ちょっと後が言っちゃってるんですけど、まあ。よしよしだそうですよ。動いてるからよし。ということで、まあいけてるそうみたいです。We're gonna go back into that previous room and take out all 10 of the really big spy doors. They're gonna be in two groups of five. まあ技術者がね、よしって言ってるならそれはよしですよ。ということでね、ということで早速スパイダー倒しに行きたいですね。チビロボさんかっこいいね。ということでエントランスに行って、スパイダーを計10体倒せば完了となります。まあ、ここのスパイダーはフルチャしないといけないので、フルチャメインを当てていきます。フィールドは2つありまして、それぞれ5体ずつ配置されているような形になります。はい、フルチャ2回当てていいですね。はい、 OK です。で、この後の、調整をするためにこの時点で、充電を行います。これはこの後の調整のためですね。そうですね、筑波根先生もおっしゃっているんですけども、奥側から倒すのが、まあ、安定法の一つではあるんですけど、今回は手前から倒していますね。
残り2匹、残り1匹ですね。はい、完璧。よし、全員倒した。全員倒したね。よし。全然よしやないやないかい。ということでね、家族の、家族の悲鳴が聞こえたということで、リビングの方を向かっていきましょう。エネルギーをチャージしてリビングの方に向かいましょうと言いましたが、あ、これはなるほど。これ多分ちょっと途中で気づいたかなと、気づかれたのかなと思います。まあ僕側やべえなということで、多分気づかれて、まあセーフティーな充電をしたのかと思います。ということで最後最後最後ですね、リビングに向かっていきましょう。There's ways you can damage abuse to make this fight faster because it's complicated. But we're going to be going into the final boss fight. Now, はい、リビングに向かうと宙吊りにされた、あ、家族さんがいらっしゃいますね。After this boss, because beating the boss is what gets us the leg, which means we finally done everything we need to do to save Giga Robo.ということでね、これ非常に大惨事になってるんですけども、一体どういうことなのでしょうか。The basic principle is I'm going to try to get, I'm going to buffer charge shots during the cutscene bit, like the cutscene bit at the start. ということでですね、こう天井に張り付いてるのはマザースパイダーマン。ん？違う、マザースパイダー。スパイダーマンはいかん。いかん。言ってない、言ってないです。マザースパイダー。まあ、親玉のスパイダーさんが出てきたというわけですね。言ってないです。マザースパイダーですね。はい、それでは、こちらが本ゲームのラストバトルですね、ラスボスになります。まずは第一形態は、装甲がたくさんあるのでチビポッパーを当てて装甲を外していきたいですね。解説者さんと奏者さんが言語を真似していますね。これ、花もげら言語というような言語だそうですよ。チビロボ以外もいろんなゲームで使われてそうです。ここで第1段階は、これ、装甲がありますので、装甲を外していきましょう。走行あと少しですね。でこれね、走行を外すと第2形態が始まるんですね。第2形態はたくさんダメージを与えないといけない、非常に難しい。第2形態非常に難しいんですよ、これ。第2形態はですね、非常にすごい戦いですよ。アイテムをたくさん出して、あ、第2形態来ましたね。こんな形で隙もないし、いっぱい攻撃してくるし、大変だなと。あれ終わっちゃいましたね。ということで終わりましたね。はい、ということでですね、第2形態はですね、バッテリーがピンチになると一発で倒れるというね、救済装置がありますので、RTA ではですね、第2形態になるときにワッツが30以下になるように調整をして、一発で終わらせるようにします。今回は少し調整には失敗してしまいましたが、後で攻撃を食らうことでワッツをたくさんなくしてしまって、救済処置で倒したというような形になります。普通の RTA ではですね、たくさんの他のゲームでは、このようなラスボスを倒した瞬間がタイマーストップとなりますが、この、チビロボでは、タイマーストップはもう少し先となります。クリップ助かるけど、解説者的には助からないですね、もう。解説者的には助からない。視聴者的には助かるけど。これが恥ずかしいだけ。はい、ということでね、マザースパイダーを倒して、まあ、一件落着ですね、平和になって。はい、ということで、家族めっちゃハッピー。
Also, yeah, not divorcing. Let's go. Yeah. 非常にハッピーになりましたね。ということでハッピーな感じで。待ってこれもね物語としても一件落着と言ったところですけども、まだねやることありますから。このゲームまだやることありますから。はい、ということでね、たくさんの、それぞれ家族1、4人からハッピーポイントを、100ずつもらうことができます。先ほどのね、マザースパイダーを倒すことによって、まあ、シールを得ることもできます。すべてのシールを集めるようなオールスティッカーという、カテゴリーもあるんですけども、走られてたかな、多分相当時間かかると思います。まだやることがあるというのは、大切な一人忘れてますよね。大切な一人を起動するのを忘れています。そう、デカロボさんを起動するのを忘れています。なのでデカロボを起動を行いましょう。地味にね、これナイトに変わってるんですけど、まあ別にデイでもナイトでも変わりはありません。このターンではいよいよデカロボの起動を行います。起動を行うためには右足に仕込まれた、左じゃないですよ、右足に仕込まれたパスワードロックを解除しなければなりません。パスワードはパパとママの結婚記念日であり、イベントをクリアする必要がありますが、 RTA 奏者は他人の結婚記念日も覚えていますので問題ありません。タイマーストップのタイミングはパスワードである200667の7を押したタイミングになります。なので、タイマーストップのね、やっていただける、あ、これ向こうか。向こうやから大丈夫ですね。リストリームだから大丈夫ですね。はい、じゃあ200667の7のタイミングで、皆さん GG のスタンプ、持ってる方はスタンプの方ですね。持ってない方はもう GG と送っていただければありがたいと思います。もうあと少しで終わりますね。ここはプラグドロップでパパッと降りて、あとは先ほど持ってきた右や、あ、どっちだっけ、左足とデカ電池を入れて、あとは右足のパスワードを入力すればこの RTA は終わりです。さあ、もうすぐ終わりますよ。Now, normally the way you do this casually is, Mr. Sanderson dropped his engagement ring with the passcode engraved on it into the sink in the kitchen. But, look, thank God, the passcode is the same every time. It's 200667. So, time will actually come up soon. もう少しで起動がするので、奥船長、まだちょっと早いかな。So, let's get ready on time.はい、ということでですね、200667を入力して、はい、タイマーストップですね。はい、お疲れ様でした。はい、GG。はい、お疲れ様でした。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね、私、解説の方、すごい拙い感じ、残念な感じにはなってしまったんですけども、少しでもね、チビロボ、このチビロボシリーズの魅力が伝わっていただければなと、まあ思います。伝わっていただければ幸いです。今回のね、この、2時間12分44秒というのは、スピードラン .com 上で言うと、まあ、世界2位の記録になりますね。まあ、世界1位の方なんでね、まあ、自己ベを越せれなかったというような形ではありましたが、それでもかなり速い方ですね。ちなみにこのニュープレイコントロールというカテゴリー、20% のニュープレイコントロールは世界で2人しか走られていませんので、どなたかですね、ウィーで遊ぶ番を走っていただければ3位には絶対に組み込める、もしかすると1位2位も組み込めるのではないかなと思いますので、皆さんぜひ挑戦してみていただければなと思います。これ見るんかな、エンディング見るんですかね、これどうするんですかね、日本語やから見んかな、さすがに。見なさそうですね。ということでですね、解説はですね、ちびロボシリーズの多数制作の方を現在させていただいておりますゲストシーモチ、そしてですね、コメント解説で、非常に有益な情報をしていただいた、RTA、GC 版のエニーパーセント、日本版での世界一を所持していらっしゃるつくがね先生も、解説の方ありがとうございました。皆さんね、特につくがね先生に大きな拍手を送っていただければありがとうございます。
ってなってますけどね。まあこの後どうなるのか、多分これはエンディングは多分流さないと思いますので、エンディングどのようなね感動ストーリーになってるかっていうのはね、まあ皆さんね G スピン版でもいいですし、ウィーで遊ぶ版買っていただいてもいいですから、あ皆さんでね買って確かめてみてはいかがでしょうか。これ私もう抜けていいやつ、抜けどうなんですかね。あ、まあどちらでも大丈夫です。どちらでも大丈夫ですか、はい、あ別に私喋り続けてですねミュートゲーされても全然いいような形でして、まあ別にどちらでもいいんですけど、まあアルティンジャパンでそれをされてしまったので私の一芸みたいなもんなんですけどじゃあどうしましょう、このまま次のーゲームの方の方に引き継ぎましょうかね。あ、わかりました。はい、それではそれではじゃあそのまま次のゲームの方お楽しみいただければなと思います。ちびロボでした。皆さんご清聴、ご清聴、俺しか喋んねえのか、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは失礼いたします。はい、改めてありがとうございました。ちょっと画面切り替わるまで少々お待ちください。Shoutouts to Glitch, shoutouts to Black Chaos, shoutouts to Sonic Crazy, shoutouts to anyone、who's been a part of this community, shoutouts to Lori, the Hundo, legend. Hundo in this game's long. I can't imagine riding Hundo in this game. It's really interesting, you'd be surprised. That's a topic for another marathon.、but that's it for me, folks. I've been Jaxler. You can find me at twitch.tv/Jaxler1. Follow him, please.And my Twitter is JaxlerSR if you want to see the occasional weird liminal space post, I guess. I don't know. That's it for me, folks. Again, thank you, whether you're online or in the crowd, thank you so much for watching. Have a great rest of your evening, buddy. Thank you. Thank you so much. というわけで終わりですかね。はい。では改めまして、ここまで Wii で遊ぶチビロボ、カテゴリー 2% でした。解説ゲスト、しもちさん、並びに、チャットでも解説いただいた方、ありがとうございました。では、続いてのゲームの準備いたしますので、少々お待ちください。We have two donations that came in during the end of that run. There's $2 from SSK, who says, "Shouldn't be Rumble." And we have a dollar from Tempest Mask 1000 who says, "Hello, friends of Midwest Speedfest from one."